2017年6月の19日朝の7時23分です。この枠もよろしくお願いします。ワドツデイです。じゃあまったり雑談やっていきます。サブワドツー、チヨコワドツー、どうも。はい、タチュヒコワドツー、おはよう。ミュールワドツー、おはようございます。楽しんでってください。おはよう、ニャコ、おはよう。ワドツ、いつもありがとう。ごめんね、なんか昨日荒野の枠でなんつうんだろう、ずっと俺のことね、ワドさんそんな人じゃないよって見てたから。ゆりちゃん仕事の準備、うん、頑張って。ヒカルくん泣いてんの、なんで酒癖ほんと悪いかな。なんで泣いてんの、寝つけるまで OK。 リーターンリード、おい猫おはよう、おいクリボーおはよう。おいさすらい人はどつ、荒野は21歳だよ、未成年じゃないの。若く見えるけどね、だいぶ結構いってるよ年。たまちゃんという人に振られたんだ、かわいそうに。まあね、あんだけいじられたら、あれはだから配信外でやるべきだよ。全然普通にパコってるんでしょ、パコってるんでしょ。女で揉めんのが一番くだらねえかんな。お、みーちゃんおはよう。だから好きなら好きでいいじゃん、パコりたいんだったらパコ。なんかね、パコりたいのにパコらないって俺よくわかんないんだよね。セックスしたいってなんで言えないんだろう。いい男といい女が出会ったらセックスしたいに決まってんじゃん。でそれでシンプルでよくね、パコリンピックしたい、なんかめんどくさいよね。好きな男とかセックスしたいならしたいって言えばいいじゃん。配信外で泣けよっていうか、もうなんか本当のねえ、パコ女の子を出しちゃダメよ、配信に、それはネタにされるに決まってるわけじゃん、配信者なんだもん。まあ、全部ネタだからね、配信者は全部ネタだから、すべてがネタだから、ね、だってあれ配信関係ないガチのプライベートのセフレかなんかでしょ。ネタ要因じゃないでしょ、まあヒカルくんらしくていいけどね。パコワングランプリいいよね、あれはナイスキーホルダー。金梅さんに裏切られてヒカルくん泣いてるよ。まあどうなんだろう、裏切られてっつうか、まあ自分の唾つけてる女を寝取られたようなもんだからな、それは泣くよな。性欲と友情だったら性欲取られたわけだから , 笑うっしょ。親友だと思ってたら寝取られるとか嫌じゃない？笑うっしょ、爆笑するでしょ。うえ、ばあさんもう最高っすよって言ってたら、そのばあさんが普通に自分の唾つけてる女にパコろうとしてんのよ。うえっつっておっぱい揉んでんだよ。ばあさんってなるでしょ。ばあさんわかんねえ、もういいわ、なえるわってなるでしょ。自分がこの後パコろうとしてる女、親友がさ、うえーっつっておっぱい揉んでんだよ。マジっすか、ばあさんってなるでしょ。嫌でしょ、引くでしょ。そういう事件だよ、マジっすかって。笑うよね、爆笑だよね、ほんと。ご愁傷様だよ、ほんとに。まあ、ちょっといい女だったかな。おっぱいでかくて可愛いんだよ。そうそう、よろしく。いや、そういうことでしょ。尊敬してて、親友だと思ってた大先輩は、後輩よりも性欲を取ったんだよ。そんな悲しいこと世の中であるかよ。マジっすかってなるでしょ。
おはよう、すずちゃん。おはよう。悲しいよな。でもあれはね、ヒカルくん被害者だよ。あれは完全にヒカルくん被害者だよ。ヒカルくん悪くないでしょ。だいたい配信者なんか全員成獣だからね。成獣、うん、いい女がいたらもうすぐパコろうとするから、ワンチャン狙ってるからね。アイコを抱くのは無理。俺は今日のでもアイコさんの配信でちょっと笑ったのは、ずっと大画面で見てたの、光る、あの荒野の枠飲みながら、そしたら吉坂由里子に見えてきたっていうコメントあってすっげえツボで、俺の中でもう、で喧嘩してるじゃん、喧嘩してるけど金梅さんが上から撮って、カメラマンでこうやって撮ってたのよ。それも面白かったの。なんか金梅さんが最初アイコに切れて神々やってんだけど、光くんが入ってきたら金梅さんがこうカメラマンに徹してスタンド持ってこうやってこうやって撮ってるんだよ俺はそれを写真で撮りたかったの。要は画面上だと光くんと愛子さんが喧嘩しているいい絵面なんだけど、それをこうやってね、 AD みたいにね、カメラマンやってる金梅さんのシュールさ、俺の視点から全体見えるからこうやって撮ってるのよ。こうやって黙ってって黙ってんの。金梅さんがカメラマンって豪華だなっていう、そのシュールな絵面を見ながら、でコメントでは吉坂由里子に見えてきたって言ったら、もうだんだんそう見えてきてね、もう面白いなと思って、うん、いやそれがすげえ面白かった。ザイガニはどっち、うんうん、見えなかった。俺はもう吉坂由里子と、あのなんだ、あのなんか JSOUL ブラザーズの戦いに見えてきたよ。いや、アングルが全てだからね。吉坂由里子見えたよ、俺。ちょっと似てたよ。吉坂由里子が老けたら愛子になるんじゃねえかって。あの、顔だけで言ったらね。俺、愛子顔綺麗だと思うよ。普通に。普通に綺麗な顔してる。腹痛かったよね。面白い。なんかね、綺麗な人なんだけどね、あれ、愛子はね、ガチの発達障害なんだよ。で、それ本人気づいてないパターンなんだよ。あの、だから普通に話すと普通にいい人なんだよ。でも発達障害だから、ガーって言われるとガーって過剰に返しちゃう人。だからね、あれはね、障害、あの、障害なのに気づいてないんだよね、本人は。うん。ちょっとかわいそうだよ。うん。絶対に何かしらの発達障害持ってるから。惜しいっていうか、まあ、いや、配信的には正解でしょ。うん、いや、典型的な発達障害でしょ。うん、まあ、でもいいんだな。ステレオタイプの発達障害だよね。あ、そうなんだ。注意欠陥多動性ね。ウルフ村田が分かんないんだ。どうもこっち、おはよう。あー、似てないかな。髪型だけかな。俺は吉坂由里子説を推してるから。俺はもう今度から愛子のことを吉坂由里子として見るから、うん、だってみんな気づいてないでしょ。無意識にみんなハイボール飲んでるってことは吉坂由里子ってことだよ、うん、まあ、みんな気づいてないな。みんなハイボール頼んでないでしょ。あれは吉坂由里子に見えてるから無意識にそうなってるんだよ。分かってないな、お前ら。愛子さんが前嫁のお母さんに似てて、この前お母さんで言いそうになりました、うん、怖いでしょ。そう、そうやって分析していかないと。俺らがなんでハイボール飲んでるかとか注目していかないと持ち上げすぎ。愛子髪ボサボサだったから時の朝原翔子にそっくり。急に折りたたみ自転車で桜から四つ街道まで走り出したりする、やばいやつだな。病気だな、うん、
俺ね、ふわっちで一番俺が今ドストライクなのが、あのね、可愛さで言ったら水木が一番可愛い。今配信やってんだけど、水木ちゃん超可愛いんだよね。俺の中で水木アイドルだから。水木可愛くね？今料理配信やってんだけど、もう水木は俺の中でアイドルだから。水木見に行ってみ、超可愛いから。可愛いババアの典型だから。俺は水木はふわっちで一番可愛いと思ってる。あとね、あのなんだっけ、幸薄いけど超美人の子。なんだっけ、なんつったっけ、幸薄そうな顔なんだけど超美人の子。可愛いよね、水木ね。なしこ、なしこ。なしこは超美人なんだよ。でもね、なんか幸がすげえ薄いの。なしこ超可愛いんだけど、幸がすごい薄い。なんなんだろう、あれ。本当に可愛い顔して、本当の美人なんだけどね。なんかね、なんか、食パンの耳とか食べてそうな。裸電球に食パンの耳しか食べれない生活送ってそうなね。わかるでしょ？なんか。なんだろう、あのナシコの昭和のなんか貧乏そうな感じ。すげえ美人なのに。いや、すげえ美人なんだよ、ナシコ。だから花がないっていうか、なんかね、すごいなんか、不幸、なんか、すごい淀んでるんだよね、なんか。ナシコめちゃめちゃ可愛いよ。なんだろう、養わなきゃみたいな。なんか、下げまんぽオーラがすごいよね。すげえ美人なのに。なんだろう。水木かわいいよね。水木はなんでこんなかわいいんだっていう。水木はマジでかわいい。舞ちゃんおはよう。全然やれるっしょ。超可愛いんだよ、水木。俺より上、35とかなのかな。いくつなんだろう、水木。多分俺より年上だよね。いくつなんだろう。子供2人いて、俺とタメか、俺と上か。年下はないと思うんだよね。俺とタメぐらいでも整合性全然合うんだよね。キャラが可愛いんだよね。顔も可愛いけど。すっぴんであの美貌はやばくない？すっぴんじゃないか。ああ、料理配信ね。頑張って。見てるよ。今さ、好きな人いるんだけど、話しても良い空気、今。トツかける？いいよ。電話かけてきなよ。LINE に。それはね、コメントで打つ話題じゃないから。水木のか、俺はふわっちで一番可愛いのは水木だと思ってるから。知ってる知ってる、料理配信。好きな人相談全然乗るよ。LINE かけてきて。待ってるから。普通に配信中にバッてかけていいよ。これはスムースフリクションっていう曲なんだよ。スムースフリクション。著作権フリーの音楽。とは素人さんが作ってるんだ。センスがめちゃめちゃいいと思って。これ定番に採用した。昔はね、BGM 別のやつだったんだけど。今はこれが定番になったね。俺の中では。あ、もしもし。あ、もしもし。うん。お疲れ。あ、どうもどうも。
全員いいですか今、はい、いいよ放送、放送してるのに。あ、全然 OK ですか。全然いいよ、うん、ない、好きな人がいるの？そう、好きな人がいるんだよね。あ、そうなんだ。うん、そうそうそう。で、うん、あのね、昔からバドーのことは見てたんだけど、うんうん、ニコ生の時は正直、うん、電波か、ちょっと待って、あ、電波は、うん、どう見えてる？見えてたら手挙げて。いや、私ね、あの、iPhone だから、知ってる知ってる、あ、あれか、うん、リスナーに言ってんだよ。もう見えてたら手挙げて。見えてる人、見えてるって書いて、見えてるよって。音聞こえてる？千代子の。あれ？見えてる？あ、もしもし。見えてる。OK、続けていいわ。うん、で、うん、それで、あ、いいですか？うん。で、まあ、職場の上司なんだけど、職場の上司が好きなんだ。うん。うん、でもね、すごくね、ぶっちゃ、うん、なんていうのかな、いい意味で、うん、こう、なんていうの、なんていうのかな、うん、あのね、今までの私のね、うん、私って結構ね、昔は結構こう、うん、狭い世界でこう考えてたのね、ものを、こうあるべきだとか、はいはい、はいはいはい、ああるべきだ。っていう風な感じで考えてたんだけども、はいはい、その人と一緒に仕事をしていくうちに、おう、あの、最初から見た目も悪くないのね。おう、でも見た目も悪くないんだけども、でも結局中身じゃない。まあ中身っていうか、まあ女だからね、私一応。いや、まあ知らないけど、まあ、もう、うん、まあまあまあ、それで、まあ、仕事をしていくうちにね、うん、好きになったの。なんていうのかな、いい刺激を得ちゃってね。うん、どんな刺激？あのね、なんていうのかな、うん、あの、こうあるべきっていうのをね、うまい具合に崩してくれたんだよね。うん。うん、なんていうのかな、うん、それはお前の考えでしょって。うん、でも、なんていうのかな、うん、なんか私話まとまってないんだけど。全然まとまってないの。女の話ってもうこうやって散らばるからわかんない。散らかるからね。散らかるから。じゃあ、お前さ、このまま話続けたら、お前パンケーキがいかに美味しく焼けるかとか、そういう話になってくるだろ、女って。いや、好きな人がいるんだけどさ、その人がパンケーキが好きで、あ、そういえば私のパンケーキってすごい美味しいんだよ。あの、ふっくら焼くにはね、このメーカーのこのパン粉、あ、話間違えた。そう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 、みたいな。もう何なんだよ。女ってすごい話しらかるかわかんないんだ。ワドからじゃあ、あの、うん、質問してくださいよ。質問なんかしねえよ。おめえが話してあるって言ったんだから、おめえが話せよ。意味がわかんないよ。なんだよ。うん、女ってさ、あと俺ね、女の話の苦手なところって何かっていうと、聞いてもらいたいだけでさ、うん、わかるわかる、うん、そうだよね、わかるわかる、最悪とかさ、それわかるって言ってもらって次の別の話するだろ。俺ね、女のたまり場でさ、わかるよ、それ。そう。うん、例えばさ、私もオスに近いから分かるよ。何々くんって超かっこいいよね、アイドルの。わかる、わかる。でね、今日の朝ごはんなんだけど、わ、うん、かる、超美味しいよね。でね、昨日のデートの話なんだけど、わかる、つって、お前ら全然わかってねえわ、つって。うん。話聞いてねえ。だから、うん、まあいいよ、話せよ。あれなんだよ、群れるのが好きなんだよ。すげえ、女の話よ。そんな話してねえよ。おめえが好きなやつの悩み相談の話だろ。それが悪いっつってんの。女ってねっつって、その話はいいんだよ。あの、和道にそっくり、うん、うん、考え方が。うん、だから、うん、私はなんで和道に、その、うん、ね、その、うん、最近すげえなと思うようになったかっていうと、うん、うん、まあね、昨日から配信見たんだよ、実際言うと。また再開して。うん、知ってる知ってる。で、うん、そう、それで、なんか、うん、チラチラ見てたんだけど、うん、私ははっきり言って興味あるものしか見ないのね、うん、配信って何でも、うん、で、あ、これ面白くねえなと思うと、もう逸れてるから、逸れてるから、話が逸れてるから、話が逸れてる、俺の配信をいつ見て、うん、それ、それは全然ずれてるよ。お前の恋愛、上司との恋愛の話だろ今。そう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 、それで俺に似てるから何なんだよ、まあ、そう、和道みたいな人なのね、わかりやすく言うと、うん、で、うん、私は、うん、なんか そういう意味で、うん、とても彼が好きになっちゃったの、うん、で、うん、それで、まあ、彼とパコりました、正直。うん、うん、セックスをした、うん。そうそうそう。で、うん、一旦付き合うことになったの。うんうん、で、うん、でも、私が、うん、その、こう、突っ走るタイプだから、うん、その、いや、今の俺だと、うん、今のお前のことは、うん、支えきれないし、無理だって言われて、うん、
それで、一回別れようって言われたのね。うん。うん。それで、別に私は彼に対して、今ね、うん、出張して、今いないのよ、近くに。うん。うん、で、名古屋に出張でいなくて、で、あちこち飛び回る仕事なのね。うん。で、だからそれでまあ、なんと不思議とね、なんだろう、もう付き合えないかもっていうふうに、ほら、女の子ってなりがちじゃん。で、不安になっちゃうんですとかって言うじゃん。でも私も今までそうだったんだけど、でもそういうのがないんだよね。なんだろう、こういうの、不思議な感覚でね。え、なに、お前の中で乙女心が湧くか湧かないか、湧かない、要は昔はなんだろう、別れちゃうのかなって思ってたけど、最近思わないんだよねっていうことに対して俺がコメントしないといけないの。うん、うん、そういうことではない。そういうことではないのかよ。どういうことなんだよ。続けて。うん、なんていうの、なんかね、こういう感覚が不思議なんだよね。うん、なんだろう。なんか、だから、周りから言うと、そんな男やめとけとか言われるのね。うん、何、そんな中途半端な男やめとけとか、あんま言わないんだけど、でもある、ほら、親友とかに話したら、それが、お前脈ないよって言われたのね。で、それがでも、それはでも一般論だと思うの、私は。そうなんだ。で、うん。からの、で、おー、続けたまえ。でも、なんていうのかな、聞いてやる。でも、ほら、こう、はい、なんていうの、まあ、なんでも縁だと思うんだよね、そういうところって。うん、だから別にその彼が帰ってくるんだったら帰ってくる。で、もう帰ってこなかったらもうそこはまあ遠慮で。ということで私はいいんではないかという感じでね、最近変わってきたと。そこはね、でもね、昔全然違ったんだよ。だからなんていうのかな、そういう衝撃って和道にはあったのかなと思ってね。和道もすごい変わったから。はぁ、だからそこは聞きたかったの。どこ？ちょっと待って、そこってどこ？だから和道には、なんかそのニコ生時代より、はぁ？なんかこう、ふわっちに来て、なんかこう、明らかに私は見て、すごく魅力的に感じたんで、ありがとう。それか、私がこうね、見て、私がほら、そういうふうに彼にそうやってギャップを得たじゃん。で、そう思えてんのか、和道が、変わる何かがあったのか。あのね、お前の恋愛の話と、俺がふわっちに来た話が繋がらねえ、俺の中で。なんでお前が好きな、やり捨てされて出張して男がいなくなった感覚と、ニコ生からふわっちに来た感覚を結びつけられてるのか、全然意味がわかんない、俺からすると。和道ってなんだっけ、うん、私、注意欠陥多動症だけど、なんだっけ。俺も ADHD だよ。ああ、そっか、うん。私はそっちじゃないんだよな。なんだっけ、それはなんだっけ、どうなるんだっけ。ADHD だろ、お前の病気。うん、で、俺、注意欠陥多動性障害、うん。注意欠陥多動性障害の英語の名前が ADHD の。違くねえわ、うん。俺とお前、同じ病気だわ、うん。あ、そうなんだ。そうだよ。うん、あ、そうなんだ。知ら、今知ったわ。うん、俺は、ちょっと待って、お前は俺に何を聞きたいんだ、何を相談したいんだ、全く伝わってこないけど。私も分かんなくなってきた。何が言いたい、結論は何なの結論は何なの。いや、違う。だから、基本、だから、なんだろう、恋愛のこともそうなんだけど、なんか今変わってきたのは、なんだろう、和道があまりにも変わって、違う。お前が、うん、ね、千代子が恋愛の話で相談があるって言ったんだよ。うん、俺が変わったとか変わってねえとか知らねえ。お前の見方が変わっただけだわ。わかる？そこはわかるよ、うんうん。だから、お前が今話さなきゃいけないとか、恋愛のどこに悩んで、俺に何を聞きたいのかがわからないって言ってんの。だからね、その男の人の考えてることがわからない、うん。知らねえよ。俺、そいつじゃねえよ。そいつに電話しろよ。今すぐその上、やり捨てされ、男の人のね、男の人っつって男が何人いると思ってんだよ。お前、世界の半分男だよ。うん、そうだよね、うん。だからそういうことが聞きたかったの。だからそいつに電話しろよ、どう思ってんのか。そいつに電話したら一発でわかるよ、そいつが何考えてんのか。だって教えてくんないもん、男の人言わないじゃん。なんだよ、男の人言わないじゃん。それお前の主観だから、思い込みだから。そいつが何考えてるのか知りたいんでしょ。うん、じゃあそいつに電話しろよ、うん、だろ、うん、まあね、うん、そうだね、うん、なんで俺が、ね、俺会ったこともねえよそんなやつ、
誰だよ。どこの誰かも知らねえよ。なんで俺がそいつの気持ちわかるんだよ。だろ？そうだよね。うん、それはわかる。うん、だから そいつのことはそいつに電話して、どう思ってんの聞きゃいいじゃん。担当直入にね。そうだよ。私のこと好きって聞きたいんだろ、単純に。うん。じゃあ聞きゃいいじゃん、そうそうそう、私のこと好きなのって。そうだね。うん、だろ？うん。俺に聞いたってどうしようもなんねえよ。俺が好き、ね、好きなんじゃないのって言っても、そいつに嫌いって言われたら終わりなんだから。だろ？そうだね、うん。それはそうだ。うん。だから好きなやつがいるんだったら、まあもう好きか嫌いか聞く時点で俺からしたら恋愛じゃないけどね。うん、はっきり言って。うん、そうじゃなくて自分が好きかどうかを伝えるのが本当にかっこいいことだと思うし、そう、相手が好きかどうか構ってほしいだけだと思ってるから、自分がどう思ってるかじゃないの。俺はそうだと思ってるから、相手が好きだか嫌いだか知らないけど、俺は君のことが好きだって、君とセックスしたいって、で君がもしそう同じ思いだったらお付き合いをしたいっていうだけだよ、うん、で嫌いだったら嫌いで、あのごめんって失礼なこと言ってごめんって終わりだよそれで。大事なのは自分が自分の気持ちだろ。大事なのは、その自分の気持ち、嘘つかないことだよ。相手の気持ちなんか人間なんだから分かんねえよ。分かんないね。嘘つくやつもいっぱいいるんだし。分かる分かる。でしょ。だから好きなら好き、セックスしたいならセックスしたい。より戻したいなら、より戻したい、自分の正直な気持ちを相手に伝えなさい。わかりました。すごいグッときました。はい、そう。で、それで振られたとしても、すっきりするから。人間が後悔するとき、そう、人間が後悔するときっていうのは、やらなかったときの。自分が好きなのに、好きなことを隠してるときに後悔するの。でも、好きって言って、俺は嫌いって言われたら、もうさっぱり忘れるから。人間そういうもんだから。失敗を恐れるな。そう、私もやってみないと、ダメな人間だから、やらない後悔はいらない、いらない感じだからさ、だから周りは心配するんだよね。でも周りは知ったこっちゃないって。私は、だってほら、やってみて、それで後悔したいじゃん。どうせだったら。だからやれっつってんだろ。だからそれやろうと思ってんだよ、今から。やりなよ。やるよ、だから。わかりました。じゃあ報告の電話、報告の電話待ってるわ。報告するの、だってタイミングとかあるじゃん。何タイミングだって相手忙しいかもしれないんだよ。忙しい時にさ、俺だって忙しいんだよ。みんな忙しいんだよ。暇なのお前だけだから。そうだよね。今私休みで暇だもんね。暇なのお前だけだから。そうだね。そうだよ。わかりました。オッケー。はい、好きなら好き、嫌いなら嫌い。そう、はい、悩んでも意味ないから、それが本当だと思う。そう、悩みから何も生まれない。すごい響く。わかりました。頑張って。最高なアドバイスありがとうございます。頑張ってね。はい、ありがとう。お疲れ。はい、はい、お疲れ。あれ、 LINE が表示されないな。表示された。はい、なんだかわからない相談でした。どうも。いや、相談したら報告は絶対必要だよ。そう、それがマナーでしょ。的確なアドバイスっていうかね、いや、あのね、人間が悩む時って大体何もやってない時なんだよ。何もやってないから人間って悩むんだよ。とにかく行動しかないから。結果、要は失敗しても成功してもとにかく結果でしょ、それは。付き合える付き合えない、成功した振られた、結果っていうのはね、行動からしか生まれないんだよ。失敗なんて恐れなくていいんだよ。愛子じゃないよ、近々、リスナーさん、地球に響いた。ちょっとトイレ行ってくる。
おい、チヨコありがとうね、トツ。トツありがとう、チヨコ。他頑張って。自分の気持ちに正直に生きた方が楽だぞ。自分の気持ちに正直になって嘘つかないこと。心は知ってるから。自分がどうするべきか、何をやりたいのか全部心が知ってるのに、それに嘘つくからダメなんだよ。自分の気持ちに正直に生きた方がいいよ。おはよう、エミちゃん。風船3個ありがとう。ニコルさん風船ありがとう。そうだよ、うん、そう、この仕事辞めた方がいいのかなとか気づいてるでしょ。で、そういう職場って辞めるから、いずれ辞めるから、うんうん、バカありがとう、パンツありがとう。俺でもね、なんかね、すげえ、すげえ昔の彼女のこと思い出して、超意外かもしんないけど、その、今、千代子と会話してて思い出したんだけど、俺、その、相手が27歳で、俺が22歳の時付き合った彼女の時思い出して、職場の上司だったんだよ。俺がバイトで、向こうは社員の人だったのね。正社員で。で、その、チームリーダーみたいな人だったの、キャリアがあって。で、その人と付き合うことになったんだよ。職場を離れて、出会ってから職場では半年ぐらいあって、ちょっといいなと思ってる先輩だったの。憧れの先輩っているじゃん。で、かっこいい草薙素子みたいな先輩なのよ。男みたいな先輩で、笑わない女なの。いつも一人でいて、要はコミュ障だったんだよね、今考えたら。超コミュ障で、でも仕事ができるからプライドも高くて、いつも一人でなんかこうやってタバコ吸ってるような女だったの。プカーみたいな。で、媚び売らないみたいな。花火ありがとう。で、そういう男らしいかっこいい女の先輩だったの。で、ちょっと顔もタイプだったのよ。そんな美人じゃなかったんだけど、すごいかっこいい男っぽい人が好きなんだよ、俺。女の人で。で、その、俺が、その、アルバイトばっくりで辞めちゃったんだけど、家が近い職場だったから、パーって歩いてたら、おう、島津って言って、お前、あれだな、辞めた、ばっくれて辞めたな、とか言って、おう、今から退職祝いやってやるから来いよ、つって、その女の先輩がカラオケに誘ってくれて、で、まあ、その後、会うようになって、連絡取り合うようになって、連絡先教えてくださいって言って、で、女性に、おごられっぱなし嫌なんで、絶対、ね、今度お食事ご招待したいんで、連絡先を教えてくださいって言って。で、相手の連絡先聞いて、やり取りするようになって、お付き合いすることになったの。で、俺ね、4ヶ月間ぐらいセックスしなかったんだよ。ずっとデートとかして、遊んだりとかしてて、ずっとメールのやり取りしてたんだけど、その男っぽい先輩が、先輩というか彼女が、お前、私とセックスするの嫌かって、公園で夜中二人で酒飲み、缶酎ハイかなんか飲みながらタバコ吸ってて、で、そういう風になんか2時間ぐらい喋ってて、なんでお前、そのセックスしたがらないんだつって、私魅力ないのかって言ってきて、いや違うんですよ、つって。その彼女の、したい時にしたいって言ったの。なんかその、俺はいつでもやりたいって言って、俺はあなたといつでもセックスしたいと思ってるよって。で、あなたが僕としたくなった時にしたいんだっていうことを言ったら、その時のね、シーン、それを今言いたかったんだけど、今からしようって言って手を引っ張られたんだよ。22歳の俺は今からセックスしようって、女の子に手を引かれて、そのまま歩いてラブホに行った時のことを思い出した。これ良くない？これグッと来ない？この話グッと来ない？すげえなんかかっこよくない？なんか、じゃあ今からしようっつって手引っ張られた。俺の中でグッと来たんだよね、あの時。俺はそういうのが好きなの。だから、セックスよりもそういうのにグッと来るの。ドキドキするでしょ？うん。うん。来るでしょ？こういうのが俺好きなの。ロマンチストだから。
来るでしょ、ロードスター、うんうん、どうすれば女を宇宙に見せれますか。宇宙に違う、女の子の中にある宇宙に気づかせてあげるだけだから、わかる。頑張りたいさん、女の子を宇宙に見せるんじゃないんだよ。女の子の中にある宇宙を気づかせてあげるのが男の役割だから。カノンおはよう、うん、私やりそうだわ、魅力がある男なら。あー、うん、漫画みたいでしょ、うん、あの時はちょっと俺キュンキュンしたよね、うん、あ、俺今から憧れの先輩とセックスするんだと思って、うん、まあ大喧嘩したけどね、そのセックスは。そのセックスは大喧嘩になったけどね、蓋を開けたら。なんで大喧嘩になったかっていうと、俺がクンニをしたかったらすげえ拒否られたから、クンニのないセックスなんてセックスじゃないって俺が号泣したの。ラブホテル、うん、クンニをしようとしたらクンニとかマジ無理って頭グワーやらんで、俺が号泣しながら、クンニのないセックスなんてクンニセックスじゃないって叫んで2時間ふてくされたっていう、そういうセックスだった。スカーレット3号さんいらっしゃい。うん。なあ、いろいろ思い出がある。23歳の俺は、もう、クンニをしたくてしょうがなかったから。うん、すげえ拒否られた。うん、やめろーって絶対嫌だーっつって。笑うよね。号泣しました、僕。朝っぱらからする話じゃないよ、うん、おはよう、みつき、おはよう。ノーライフノークンニだから、クンニなしでは生きていけないから。いや、泣いたよね、俺は。どうしてもクンニしたかったから。なんでクンにさせてくんないの。なぜだ、なぜなんだよ、なんでだよ。藤原竜也ばりにラブホの中で叫んで、どうしてクンにさせてくれないんだよ。スカーレット3号さんフォローありがとう。受けるでしょ、うん、そういう22歳だったよ俺は、うん、朝一番香ばしい枠ここだな多分。朝一番香ばしい枠だよ、うん、私なら爆笑。どうなんだろうね。いや、なんかそういうのが嫌な人っているんでしょ、多分。わかんないけど、俺は。うん。若い頃の和道さんに、ハートここありがとう。ハゲマン先輩いらっしゃい、和道つ。うん。でもなんかセックスって生き方出るよね。セックスの何がいいかっていうと、恋愛の何がいいかっていうと、人となりがすごい出るっていうか、うん、なんかその薄っぺらい人生生きてるのか、なんかめんどくせえ理屈っぽい生き方してんのか、パワー系なのか何なのかとか全部出る。お、のんちゃんおはよう。わざつ、セックスは全部出るんだよ。それがセックスの面白いところ。だからもっとなんか性の話をしよう、みんな。もっと威嚇臭い話しようぜ。威嚇臭い話しよう。威嚇臭い話。朝から。マグロ、うるせえよ。やめろ。リベンジポルノやめてください。リベンジポルノだけはやめてください。
マグロはどつ、うるせえわ、マグロじゃねえわ。うん、今日サンキューな、ありがとう、ハート5個、ありがとう。マグロじゃねえかな、俺。ピッチピチだから。築地で跳ねてる魚ぐらいピッチピチだから。パチ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 。パチ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 。初めてアイテムなのか、ありがとう。うん。アイテムを拒まないからね。ガンガンアイテムください。気が狂ったかのようなアイテムください、もう、ほんと。うん。活魚です、そう。マグロではありません、もう。ピチピチです僕。ベッドの上じゃバンダレイシューバーって呼ばれてるからね。カツオです。そう、マグロではないです、カツオです。ちょっとバンツーのコメントいいな、カツオって。そうだね、冷凍マグロ、うるせえわ、誰が死んだ目だよ、やめてください、営業妨害です、営業妨害。8413、初見さんいらっしゃい、フォローよろしく。イカ臭い話へようこそ。死んだ魚の目。何言ってんの、超もう少年みたいな、もう宝石が詰まってるようなキラッキラした目だよ、俺は。かわいいかわいい、タカちゃんだよ。タカちゃん。マグロじゃないよ、うん、カツオだよ。誰が冷凍マグロだよ、やめとけ。ベッドの上での息は一番いいんだよ、俺は。ピッチピチだわ。ちょっと待って、ヒカルくんキャスバーにいんの、嘘だろ。え、ヒカルくんキャスバーに戻ってない、朝8時だよ、すげえな、ヒカルくん。ヒカルくんキャスバーだよね、これ。やば。営業妨害にも程あるだろう、いい加減。そろそろね、切れていい頃だよ。そろそろ怒っていい頃だと思うよ。本当に。だってさ、閉店が朝の6時なのに、次の日の夕方の6時まで、金梅さんとかジャックするんだよ。ずっといるの。やべえな、ほんと。そろそろブチ切れられてもいい頃だよね。うん、ゆずきなこさん、フォローありがとう。キャスバーの人が心配して連れて行ってました。あ、もうかわいそうだからこっちおいでって号泣してるからか。すげえな。元気だな。すごい生き方だよね、配信者って。ほんとみんなわがままだよね。俺も人のこと言えないけど。本当にわがまま。キャスバーに通報あって店長に連行されたの。おはよう。マユタム、ハートありがとう。おはよう、モーニンズ。あ、おはいもんさんもおはよう。初見さんいらっしゃい。フォローありがとね、ゆずきなこさん。あ、すごいよな。タフだよな。配信マシーンだからね。でもね、なんかね、こう死ぬほど好きだった人って何人ぐらいいるの、みんな。もうヒリヒリしてて辛くて、その人のことばっかり考えててって何人ぐらいいますか、皆さんは。何人ぐらいいる、うん、もうこの人、もう、どう、みんな。教えて、何人って書いて。その人生でもうこの人しか考えられないとか、もうこの人のが頭から離れないとか、もう全部好きみたいな人。くるみさんおはよう。何人ぐらいいるの、もう私病気だわっていう。そう、もうこの人のことしか考えられないって。いいよね。そういうのいいよね。恋してるかい、みんな。恋してる？ 3 人もいるんだ。多いな。1人。おぉ、3人。多いな。女ってやっぱ恋する生き物なんだな。この人しか考えられないって言ってるのが3人。2人。うん。2人。1人。いない。1人。
男は多分一人って言うんだよ。秘密。うん、アイドルか、水木。いないんだ。これから見つかるといいね。リエチル。千代子一人。人生で二人。付き合って急に死んだりしたらそういう存在になるよね。なんかあれだな、ドリームズカムトゥルーの歌詞みてえだな。うん、いやー辛いでしょう、付き合ってる最中に死んじゃったらね。モサビさん、バーガーありがとう。うん、俺はでも、 もうかけがえのない存在としてこの人しかいないんだっていう気持ちでお前ら一人一人にコメント返してるから、俺の目を見ろ、ルックミー、俺の目を見ろ、ルックミーだよ。俺はお前らの一人一人本当にかけがえのない、もうすごい運命のリスナーだと思ってるからね。辛いけど受け入れて生きていくしかないよね。まあそうだよ、うん、ルックミーだよ。おおルックミークロージュアアイズ。瞳閉じてんじゃん。ルックミーっつってクロージュアアイズってお前瞳閉じちゃってるよ。どっちだよっていう、うん、よく言うわっつって、うん、レイ君ね、間違いない。朝から嘘つくな、うん、すいません、メガネかけてるのでよく見えません。うん、うん、ねえ、食器洗剤機ある、うん、なんかね、いいよね、恋っていいよね、恋っていいね、うん、もっともっともっと傷つきたいよね、うん、もっと貪欲でいたいよね。でもさ、なんかこう相性のいい人といるとすごいいい空気流れない。なんかもうそばにいるだけでさ、なんか世界が開ける感じしない？なんかファーッと、毎日がエブリデイだよ。片思い辛い。あー、片思いか。片思い辛いんだったらなんで好きって言って嫌いって言われてすっきりしないの？次行こうよ、次。うん、秘めちゃうから辛いんでしょ。誰がサイコパスだよ、うん、サイコパスじゃねえわ、うん、毎日がエブリデイ、俺がよく使う名言だよ。はい、ワトツー、みーちゃん、ワトちゃんズさんいらっしゃい。ルー大島に見えてきた。とは言ってるんだ、うん、うん、俺ね、あのね、彼氏彼女の事情っていうアニメがあって、それエヴァンゲリオンの庵野監督が監督だったのね、アニメの。俺ね、あのユキノが大好きなの。ユキノンが、わかる、これユキノン大好きなの、キュンキュンする。で、あのね、付き合い方最高なんだよね、ユキノンの。有馬とユキノの手、あの、みんなが見えないところで手つないで、二人が並んでる背中で、その日、彼氏彼女になりましたっていうエンディングがすごい好きな。わかる？これ。わかる？彼かの。うん。そうそう。あれすごいいいよ。彼氏彼女の事情すごいいいよ。片思いの方が楽しいな。うん、でも相手は分かんない。どういうこと？相手は分かんないって。ソウさん初コメありがとう。フォローよろしく。キュンキュンしたい、俺。32歳だけど。キュンキュンしたいよ。タイトルしか知らんけど、時間あるとき見てみようかな。アニメ版の序盤の話ね。アニメ版の序盤の話。その日、彼氏彼女になりました。いいんだよ、すれ違ってたんだぜ、有馬くんとユキノンはすれ違ってたんだぜ。あれすごい好き。好きって言っても相手ははっきりしない。じゃあ嫌いなんだよ、うん、悪いけど、うん、じゃあ嫌いなんだよ、うん、
なんかね、もうね、俺ね、もうね、セックスできなくてもいいわ、もう。セック、なんだろう、もう、もうね、もう、2年間ぐらい、すれ違っちゃえばいいと思ってる、もう。本当は好きなくせにってずっと言われたい、周りの人に。本当は好きなくせにって。いいなってって、女友達、好きな子の女友達のいいなってが聞きたい。言わなきゃ、ねえ、いいなってって言って、もじもじしてる女の子のことが好きでありたい。ダメだよって。俺のことかなって。ならないね。男っていろいろいるけど、やれるかやれないかって思って女見るって、まず。あのね、女の人は全員覚えておいてもらいたいことがある。男は好き嫌いに関わらずセックスできるから。女の人は好きな人としかセックスできないでしょ。男は、どんなに好きじゃない女でもセックスできるから。それは覚えておいた方がいいよ。うん、遠距離がうまくいく秘訣はありますか？近距離になることだね。ああ。遠いんだろ？近距離だよ。攻めろ。お前はどこへでも行ける。近くなっちゃえよ。問題ねえや。恋愛は付き合うまでが一番楽しい、うん。そうそう、俺はそういう発想するから。遠距離が辛いなら近距離で行こう。うん、引っ越そうぜ、うん。意外と簡単だから、うん。ハードル上げてんのは自分だよ。仕事を言い訳にして、家庭を言い訳にして、うん、距離なんて縮めちゃえばいいんだよ、うん、そう、信じづらい言い方しなや。方言が強すぎて、方言がきつすぎて何言ってるか分かんないな、うん、そうだよ、近くに住めば問題は解決するんだよ。でもね、俺ね、遠距離恋愛ってね、矛盾してると思うよ。うん、好きな人のそばにいるのが、お付き合いだから、うん。結婚するかもしれない、人生のパートナーになるかもしれない人のそばにも行けないぐらいの勇気だったら、付き合うのやめな、うん。その人と一緒に、この人が世界に行くんだったら、私は世界中どこへでも行くっていうぐらいの人じゃないと、うまくいかないよ。うん、うん、引っ越せ引っ越せ。意外と世界は狭いから。どこへでも行けるよ。だって宇宙の火星とかにいるわけじゃないから。うん、どこにでも行けるよ。だから俺は付き合ってる時のんちゃんに言ったの。俺から離れるなって、うん。俺と離れて苦しいんだったら俺から一生離れるなって言った。そしたら全ての問題は解決するから、うん、引っ越しよ引っ越しよ、うん、ワドタンは好きになった人が遠距離なら引っ越す。いや俺は来いっていうね、うん、俺がいるところが俺の家だから、俺がいるところが俺の家だから、私なんかさ、好きな人に会いたくて酒飲んだから徒歩で深夜会いに行ったわ、1時間半。いいじゃないか、そういうの。いいじゃないか。いいじゃないか。そういうのを待ってた、俺は。そういうのいいね。そう。いいじゃないか。いいぞ。うん、俺の我慢汁がうずいてきたよ、そういうのは。うん、いや、でもそう、本気でそう思ってるから。うん、俺が今立ってるところが俺の世界の中心だから。神様は俺にピンスポットを当て続けてるからね。うん、神様はエブリデイ。あ、それは違うな。うん、あ、いっちゃんいらっしゃい、うん。だって会いたいからさ。そうそうそう、会いたかったら会えばいいんだよ。会いたくなかったら会いたくなければいい、うん、もうシンプルに生きようぜ。かっこつけんなよ。うんうんシンプルに生きようぜ。かっこつけんなよ。
今日やばいね。和道、和道、何言ってもかっこいいな、俺今日。うん、嫁に不良債権行ったら実家に帰ってきた。ほーん。そうなんだ、うん。今日やばい。キレがやばい、トークの。いるでしょ。うん、いるでしょ。すげえかっこいいじゃん今日俺。印象変わった？エコーいらなかった？いや気に入ったのは今後これやっていくから。あ、これ名言だわと思ったらあのもう一回言うから、音楽切ってエコーかけて。でもね、俺ね、その青春って何なのかって、青春って絶対に失っちゃいけないものを失うことだと思うんだよ。うん、青春ってかけがえのない、絶対に失っちゃいけない何かを失うことだと思うんだよ。そう思わない？みんな。なんかこう、夢でも、いいし、家族でもいいし、恋人でもいいし、その甲子園でもいいわ。なんか失っちゃいけない、絶対失っちゃいけないものってあるの。そのそれを失う初めての儀式が青春だと思ってんの。うん、そう思わない？でも、うん、俺本気でそう思ってて、で青春をやってないやつっていうのはこじれると思ってる俺は。青春を過ごして大切な何かを失ってないと、2チャンネルでソースはっていうくだらない大人になっちゃうの。ソース出せよって言っちゃう大人になっちゃう、2チャンネルで。うん、はい論破って言って、もうこじれるから、青春をみんなやっとこ。そんな大人になっちゃダメだよ。ソースを出せ、はい論破って言っちゃう、もうダサい大人になるから。見えない何かと毎日戦う大人になりたくないだろ。あ、サボちゃん青春やり過ごしちゃった。いるでしょ。ああね、大事なんだよ。恋愛イコール、中期売春。なんだそれ。青春浮かばないんだ。じゃあね、多分ね、そう、失っちゃいけない何かを失わなかったんだよ。あなんだっけ、和骨。こじれれる時は唯一だから、中学2年生のあの大事な時期なんだよ。にちゃんがソース。もうダメダメだよね。もうダメだよ。のんちゃんのソースにちゃんだもん。ハイロンパーわら、そう。なんかがむしゃらに、がむしゃらに何かを追いかけて何かを失った時、人は強くなるんだよ。あ、いいな。うん、がむしゃらに何かを追いかけて、それを失ったとき、人は大人になるんだよ。やべえな、今日の枠。永久保存版じゃん。永久保存版じゃん。まあ、俺ね、気がついたら何もかも失ってたけど。青春しすぎて、何もかも失ってしまったけど。好きな人に電話できるときに電話してって LINE した。だからそれがダメなんだよ、街の姿勢なんだよ。今から会い行けよ、めんどくせえから。 LINE じゃ伝わらねえよって言ってやれ。千代子、 LINE じゃ伝わらねえよ、今すぐ会いに行けよ。あ、もういいわこれ、めんどくさくなってきた。なんだ、大丈夫でしょうか。何が何が、何かはわからないけど、水木、大丈夫か大丈夫じゃないかで言ったら俺は大丈夫じゃないよ。ドクターストップのレベルだよ。和道さん、これ以上配信続けたらダメですっていうレベルだよ。止めて、誰かあの人止めて、やだ、配信するんだ、止めるな、やめろ、ワド、これ以上配信すると、お前の体が持たねえ、うるせえ、
枠開くんだ、止めんな、わぞいいよね。なんだろう、中二病をくすぐるセリフっていっぱいあるよね。あのね、仲間が止めるのってすごい大事だよね、うん、大したことなくても、それ以上飲むと死ぬぞって光くんに言おう今度。やめとけ光くん、それ以上飲むと死ぬぞ。関係ねえっすワドさん、死んでもいいっすよ。うえ、光るえちゃんまん、これ以上吹かすと死ぬぞつって。いやよ、筑前にはよ、おい、里芋なんか入れねえよつって。やめろ、論破されるぞ、うん、いや病室からでも全然放送するぞ、うん、おはよう、インコさん。なんだろう、よくある中二病的な設定をもっと欲しいな、自分の中に。なんだろう、中二病。なんだろうね、漫画でよくある設定をどんどん引用していきたいよね。やめろー全力で止めてくれるけど、手は絶対出さないの。すぐ掴めば止められるはずなのに、すぐそこにいるのに、やめろー、ギリギリ届かない風絶対捕まえられる距離なのに行かない、ギリギリで掴まないで止めるっていう、やめとけー、うん、悠々白書は方向、いや富樫はうまいよ、やっぱりそういう演出が、うん、富樫先生は本当にそういうのの天才なの、本当にかっこいい、うん、漫画化したいよね、配信をね、うん、悠々白書好きなシーン、まあハンターハンターもそうだけど、やっぱいっぱいあるよね、うん、俺好きなのあれかな、じゃんけんでキルアがこうやめとけみたいな、そのパターンだよね、キルアは。やめろーパターンじゃなくて、ゴン、あ、ごめんキルア、モラウさんごめん、もう少しでモラウさんを殺しちゃうところだった。これしっとり系ね、今度は。やめとけゴン、このかっこよさ。やめろーはくどかったんだよ。でも80年代これが主流だったわけじゃん、全員やめろーが、やめろゴン、これかっこいいね。これいいね。これもありだね。うん、このパターンでね、行こう、うん。これかっこいいわ。ああ。富樫休み。あ、再開するっしょ。うん、ゾとかね。ハンターハンターいいよな。うん、いいな。だから、レオリオが今後どうなるかが温めてるわけじゃん。富樫先生。レオリオ編楽しみなんだよね、レオリオ、うん、クラピカはもう使い回しちゃったし、ゴンキルはもうね使い回したし、もうカンムルとかもうあれただのチートだからね、カンムルって。ユースケいらっしゃい、うん、やっぱ俺はクラピカに行きたいし、クラピカじゃない、うん、クラピカ違う、なんだっけ、レオリオ、レオリオ好きだから。いやもうね、あれ天才だよ、富樫っていう男は。天才、漫画界が生んだ天才だよ、本当に、うん。全部がパーフェクトな男。もう休んで全然いいよ。うん。もうね、ぶっちゃけな話もシナリオと小回りとかラフだけ書いていいよ。で、他の絵、
なんか絵うまいやつ、もうなんかあれだよ、なんだっけ、小畑先生に書かせればいいんだよ、ハンターハンター、うん、デスノートの人、作画うまいんだから、もうそれでいいよ、もうサボっていい。でも本人が天才だから多分無理なんだろうな。もう絵超うめえもん。だってもうあんなさ、ラフなんつうの、あの原稿のさ、殴り書きみたいなのでも面白いんだもん、あれ異常だよ。落書きで面白いってすごいよ。筆入れしなくていいんだもん。あと女のキャラ可愛いしね、抜群に。まあ俺は今回マッチョを殺さなかったのは絶対ないわって思ってるけど、マッチョは死んだ方が良かったね。人生で一番一回だけ使ってみたいセリフとかあるでしょ、女の子も。ないの？このセリフどっかで使いてーっていうのあるでしょ。俺あるよ。左手は添えるだけ。うん、でもね、どこで使うかって人生いろいろ考えるんだよ。オナニーするとき以外出てこないんだよね、うん。左手は添えるだけを使いたいんだけどね、どこで使おうかなってやっぱオナニーしてるときの毎晩思うけどね、ダサいよね、すごい。うん、左手は添えるだけっつってこれ、うん、3倍目見たけどつまんねえからやっぱりワード起きたわ。おかえり、うん、左手は添えるだけってどのシーンで使ったらかっこよくなるのかな。なんかある？どのシチュエーションで使えばいいんだろう、うん、スラムダンクもいいんだよな。なんだっけ、パチーンってやられた時の大人になれよ三井もういいよね。すごいかっこよくない？あの小暮くんパーンってメガネはたかれて、メガネくんがめっちゃイケメンの。大人になれよ三井、かっこいいわ。小暮くんめっちゃイケメン、あの時の小暮くんめっちゃイケメン。あのね、スラムダンクで実は一番イケメンなのね、ルカワじゃないんだよ。メガネくんなんだよ。小暮なんだよ。めちゃめちゃ爽やか。あいつ絶対モテるよ。うん、社会人になったら結婚したい男ナンバーワン小暮くんだからね、うん。大人になれよ、三井はすげえかっこよかった。うん、あと、田岡の言葉も好き。あいつも3年間必死になって練習してきたやつだった。敗因は俺だっていうね。メガネ取ったら小暮くんだよね。メガネくんじゃないよね。うん。私はあなたみたいなすげえ人会ったことない。出会えただけで生まれてきてよかっただな。何それ？誰のセリフ？うん。ワドって声優になれるんじゃない？なれねえよ。ベッキーいらっしゃい。なれるわけねえだろ。なんだろう、あと心に残る、心に残るセリフ。なんだろうな、クリリンのことか。使うことないだろうな。あの、もうね、もう一回アニメ版みんなに見てほしいの。本当にかっこいいから。花イケメンおはよう。ズワイガニまたね。うん、もうね、ドラゴンボール当時見るとすごいのよ。トゥッテッテッ。こうね。トゥッテ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 ッ。トゥルトゥッテッテッ。カッ。カッ。トゥッテッテッテッ。カッ。カッ。カッ。ってもう5分ぐらい引っ張るのよ。すっごいえげつない引っ張り方するから。本当に見てほしいの。5分引っ張るの。スーパーサイヤ人になるまで。笑うよ。本当に。マジだからこれ。すげえなと思って。えげつない尺の問題なんだろうね、多分。あのアニメ界の。もう、本当にびっくりするぐらい引っ張るから。もうだってね、あれだよ、ドラゴンボールなんか大体吐息だからね。ベジータ戦とかを見てみたら、ピッコロさんって、大体こんな感じだから。
尺がすごいの。そりゃそうだよね。バトル漫画をアニメ化するとそうなるよね。うん。短拍っていうかもうなんか短が絡んでるの、常に。30分ほとんど動きなかった回とかもあるんで。今のドラゴンボールはフリーザが仲間になる。ああ。俺はでもフリーザ編で終わってほしかったね。超かっこよかった。ナメック星編。弾けて混ざれだっけ？なんだっけ？あの、月にさ、ボロボロのベジータがさ、あの、ブルーツ波を出すやつは、なんだっけ？弾けて混ざれだっけ？バーンと月に向かって、この角度ね。ドラゴンボールってこの角度なんだよ。こう手がでかくて、バーンって。なんかね、かっこいいんだよね、構図が。奥行きがあるの、ドラゴンボール。ちなみに、今までの漫画の常識って、こうパンチを打ったら、こう放物線が描かれてたの。でも、鳥山明が開発したのって、この構図なの。こう打って、こう打って正面から放物線が出るように開発したんだよ。だドラゴンボールってこういう構えとか、このね、奥行きの構えがかっこいいの。手が異常にでかかったりするのよ。こうとか。だから迫力がすげえあるの。あの、自分が撃たれてる側みたいな構図を描くのよ。それね、ドラゴンボールから始まったんだよ。弾けて混ざれだよね、多分ね。セルはね、いらなかったね、セルゲームは。正直。フリーザ編で終わってほしかった、俺は。戦闘力53万ですよの衝撃絶望感ほほほ私の戦闘力は53万ですよ、うわマジか、ねあとね、俺、あの、フリーザ編の好きなのが、ピッコロさんがもうすっげえかっこよく登場してくるのよ。もう、パキパキ、パキパキと、ダーン、ダーン、パキパキ、パキパキって、もう待たせたな、みたいな、パキパキって。もうそのね、あの、次あたりにはもう、ダダ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 ーってやられてた、もうこんなんなってた。あんなにかっこよく助けに来たのに、もう待たせたな、バリーくらいに、俺が主役だみたいに出てきたのに、もう、しばらく経ったらもう、あーつって、もう、ドドドドドドドつって、嘘だろうと思って。うん。うん。マジかよ。ピッコロさんめっちゃ、かわいそうだよ、ほんと。うん。うん。もっとピッコロをもっと大切に扱ってほしいよ、ピッコロを。ピッコロさんを何だと思ってんの？大魔王だよ。なかなか自分で大魔王を名乗るってないからね。うん。あ、いたわ。キャスバーにいたわ。うん。インチキ大王がいたわ。うん。ドラゴンボールは発明だよな、ほんと。あのね、今知ってる？ドラゴンボールのプラモデル出てるんだけど、ブルマのさ、あの、かっこいい乗り物あるじゃん。カプセルホイホイの。あれのプラモデル出てんの。今日買って作ろうかな。カプセルホイホイのブルマの乗ってる乗り物超かっけえじゃん、鳥山明の。あれのなんかスクーターと出てんの。作る？コレクションする？うん。カオさんお疲れ様。ヨコちゃんおはよう。うん。うん。スーパーサイヤ人は悟空だけでよかったし、何回もスーパーサイヤ人が進化する設定もいらなかった。そう。あの、イニシエのみたいなのがすごい良かったんだよ。で、俺はクリリンがきっかけになったのがすごい良かったの。クリリンのことかー、ドーン、ダーン、オラって言ってたのがなんか一人称俺に変わるからね。嘘だろって思ったもん。オラ、オラって言ってたやつが、俺は怒ったぞつって。フリーザーガスさんすげえおはようお疲れい。うん、こちらこそありがとう。うん。うん。いいよね。元気だよ。いや、だからこれがね、よく言ってたんだけど、昔言うニコ生ズハイっていうやつで、配信をいい感じで8時間続けると、アドレナリンが出すぎて、
あの、ランナーズハイとかと一緒。限界が脳みそに達すると、あの、こう、アドレナリン、エンドルフィンとかが出るようになるの。だからランナーで言う、時間が止まってるっていう、この走り。なんだこれ、体が軽い、時間が止まってるみたいな感じよ、喋りがね。コメントがゆっくり見える、なんだこれ、喋りが止まらないよ、全部のコメントを読めるっていう。今俺ニコ生ズハイだから、すべてのコメントが読めてるから、トークが途切れることはないから。過疎なんて怖くない、うん。あと悠々白書で言ったらあれだよ、 100% 中の 100% だよ。もう意味が分かんないじゃん。日本語としておかしいじゃん。 100% 中の 100% だよ。かくまどつ、そしてそれをフルパワーと読むんだよ。トグロ兄、トグロ弟だ、トグロ弟。俺あいつ好きだったんだよな、あのバイクに乗ってサイコロ飛ばすやつ。ペン、なんだっけあいつ、ペンペンペン、あいつかっこよかったよね、切れ長の一重で超イケメン。うなぎ犬さん、どうも。お久しぶりです。ワンピースも面白いしな。やっぱ漫画って面白いな。漫画って面白いわ。漫画大好き。俺あれも好きなんだよね、オロチドッポがさ、要はあの敵が武器を使うのよ、隠し武器を使う敵に対して、オロチドッポがこうやってポケットに手突っ込みながら、いやあんたは武器を使うねって、なんならやってみるかい、オイラは空手を一切使わねえ、お前は卑怯者だから絶対に武器を使うっつって、相手がピキるの、私がお前みたいな老人と老人に対して武器を使うと思っているのか、はっ、あんたはやるねっつって、なぜならあんたは卑怯者だからだよ、なんならやってみるかい、オイラと拳で一発ずつっつって、やってやろうじゃないかっつって、こう相手が殴りかかってきた瞬間にパッつって、ズドドドドドってこう空手技を使ってパッってやって、空手家が空手使って何が悪いっていう、あれがね、ドッポの卑怯なところ大好きなの。オロチトップ超卑怯なの。めちゃめちゃ良かったよね。ああ。ん？バキ？え？キリハ？え？ハギリ？ハギリ？うん。某配信者が漫画みたいなことしてました。誰？某配信者って。もう超言いたいもんね。パッて。配信者が配信して何が悪いっつって。カメラ回さないよね。絶対内緒だよって。オフパコだからって。リスナーさんに言わないでねつって。ちょっとワド君なんで配信してんのって。配信者が配信して何が悪いん出たー、それでしょ、そういうことでしょ、配信、このドッポを使うとするなら。名言だよ。うん、いやー、これ人生で一回使おう。配信者が配信して何が悪い、うん、はい、いってらっしゃい、チヨコ。ハギリカナメだ。そうだ、ハギリカナメ。あいつかっこよかった、すごい。うん。あいつ生き残るんだよね、確か。ゲームマスターとあいつは生き残るんだよ。ハギリカナメはイケメンだったね。
こいいセリフって全部中二病だよな、本当に。最近アニメゆるい感じのやつしか見ない。なんかね、ゆる、なんだっけな、あのさ、最近よく見るさ、あの、コトカとかがサムネにしてる、あの、フードかぶってるちっちゃい女の子のアニメいいな。あれ、なんて言うの？あれ、ちょっとなんか YouTube のマットかなんか見たんだけど、なんか、その、フードかぶってる小さい女の子の妹かなんかの設定の、あれすげえ可愛い。あれ、なんて言うの？ LINE スタンプとかでも出るじゃん？あれ、なんて言うの？あれ。あれ、すげえいいな、なんか。あれ、いいよ。あの、オタクの女の子。部屋に引きこもってばっかりの可愛い女の子。お兄ちゃんのやつ。あれ、見たい。あれすげえ燃える。うまるちゃん、うまるちゃん。うまるちゃん、超可愛いな。うまるちゃんのアニメ全部見たい、今。YouTube で偶然見て。まあ、今更、もう何年前か、すごい古いんだろうけど。うん。いや、俺ね、スラムダンク、マジ、これマジネタじゃなくてマジの話なんだけど、俺ね、生まれて初めて泣いた、漫画を読みながら泣いたことがあるのがスラムダンクなんだよ。もちろん最終話なんだけど、あのさ、時計がさ、ツッ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 って言ってさ、すごいじゃん。あれを開発したのって井上先生じゃん。あの時計の秒数残り47秒がさ、ツッ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 ってなって、もう全部の動き、全員の秒数、ファーみたいな音が、ファーとか、ハーとか全員になるやつあるじゃん。あそこで俺もう号泣して、気づいたらもう泣きまくってて。で、読み終わったじゃん。その時気づいたんだよ。俺ずーっとね、ディーフェンス、ディーフェンス、ディーフェンスって言いながら読んでたんだよ。これ本当だからね。もう、感極まってもう世界に入っちゃって、観客の一人なのよ。なんならもう控えの選手みたいな気持ちで、ディーフェンス、ディーフェンスって言いながら泣いてたんだよ、本当に。これマジだから。あれ最高だよね、本当に。わかる。うなぎんわかる。マジで熱い。しかもね、あの、三能戦で終わったのが良かった。本当はあれ決勝まで行くっていうシナリオだったの。だけど、三能戦を書き終えた作者がコメント残してんだけど、これ以上のものは書けないって言って終わらせたの。これ以上の試合ないわ。あれは天才だよね。2007年秋から2期ある。あ、そうなんだ、うまるちゃん。うまるちゃんめっちゃ可愛い。うまるちゃん好きだわ。四つ鳩とかうまるちゃんみたいなのほっこりしていいよね。なんかね、なんつうんだろう。あの、暖房が売れすぎてて四つ鳩の評価が低いのが俺嫌なんだよ。四つ鳩は本当、アニメ化したら国民的アニメになると思ってんの。サザエさんとかドラえもんとか超える？クレヨンしんちゃんとか。それくらい四つ鳩は破壊力あると思ってんだよね。なんでアニメ業界四つ鳩を、その国民的アニメにしないんだろう。それくらいの世界観あると思ってんだよね、四つ葉とは。四つ葉といいよね。花道が泣いて、あーやべえ、ちょっと待って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 。あの、両南線で間違えるときね、ゴリ高砂だっけ、なんだっけ、あの、間違えちゃうんだよね、髪型一緒の背でかいセンターにね、ゴリでずーっと泣いてたね。カッて、ここカッて。さあ、整列だ。あの時の桜木の泣き顔よ。声を殺して泣いてる桜木めっちゃかっ、うわ、泣けるわ。さあ、整列だ。やべえな。あとね、俺ゴリの、あの、なんだっけ、つーって三能戦で泣いてる時の小暮くんの、こんな仲間が欲しかったんだよな、赤木っていうの大好き。こんな仲間ずっと憧れてたもんな、赤木。
四つ葉とアニメあんの、うん、スラムダンクやばいよね。小田さんもエースが死んでこれ以上の感動は書けないって言った。あーそれくらい良かったな。あのね、インペルダウン編あたりから急にやばかった。あれ CP9 編が大好きなんだよ俺。行きたいっていうね。うん、なんだっけ、ルフィが叫ぶんだよね。なんて叫ぶんだっけ、当たり前だーがもう好きなんだよね、うん、なんだっけ、当たり前だーはどっから来るんだっけな。助けてかな、なんだっけな、なんだっけ、ルフィが当たり前だーって叫ぶやつ。うん、違うな、当たり前だーじゃなくて、なんて叫ぶんだっけ、あのこの旗を敵に回すのかーっていうところ、なんて叫ぶんだっけ、あそこ、あのこの世界政府の旗、なんだっけ、行きたいと言えじゃないの、あの世界政府にこの旗にって言って、うん、行きたいっていう、その、行きたいって、なんだっけ、当たり前だーみたいなことあそこで叫ぶの、なんてセリフだっけ、あれ超かっこよかった。なんだっけ、当たり前だじゃなくて、こう、あのこの世界の旗になんとか喧嘩を売るのかっていう、なんだっけな、なんか叫ぶんだよルフィが、超かっこよかったんだよねあれ。フォローありがとう、うん、ワンピースの最後はワクワクする終わり方なんだ。俺はワンピースはだからルフィが同じことするんじゃないかなと思うけど、なんだっけな、当たり前だじゃなくて上等だ、だっけな、望むところだだ、そう、この世界に喧嘩売る気かみたいなこと、世界政府に喧嘩を売る気かって言った時に、望むところだーって叫ぶんだ。ふわーって、望むところだーだよ、超かっけえこいつと思って、うん、じゃあ望むところだーって言うんだ、多分これで合ってる、望むところだーって言って、そう、ウソップが旗を打ち抜いて、そう、こんな世界政府に喧嘩売る気かって言うの、望むところだーって叫ぶんだよ。あれは超震えた、やべえかっこいいと思って、ルフィ、うん、シャンクスと再会してない、あのシーン超良かったよね、うん、でニコロビンが救われた感じもすげえ良かったの、なんか行きたいって言って、うん、超よ、あの流れ良かったよ。あとあのウソップとの喧嘩とかも良かったしね、うん、トゲキングのあの旗打ち抜けるかって、ウソップその時だけ強気、あそこいいじゃん。俺ウソップはあの大の大冒険のポップだと思ってるの、うん、要は弱っちくて一番共感できて、その要は捨て頃の俺の役割ってウソップだと思ってて、弱いやつが強くなれるのかみたいな期待感だったから、俺は完全にルフィじゃないと思ったよ。捨て頃やってる時に。俺の役割はウソップだ。俺の役割ポップだと思ってた。負けちゃったんだよね。本当は勝って感動するはずだったのに。あの、負けちゃったんだよね、普通に。練習いっぱいしたのに。ああ、あいつ判定で負けたわ、つって。ああ、って漫画みたいにならねえわ、つって。びっくりしたよね、みんな、うん。そうそう。大の大冒険のポップの役割だと思って。メリーゴーのところとかね。タキートさん、風船10個ありがとう。ありがとう。ポップとかも超かっこよかったもんね。あの、カイザーフェニックスをさ、こう、シュッ、シュパーンつって、あの、メラゾーマを超えたさ、やつをさ、魔力が少ないけど、指に集中させて、パーンってやった、パーンってやったときかっこよくなかった。なんか覚醒すんだよね、ポップが。あと、あれがいいね。俺は賢者じゃねえ。大魔道士だっていうところもかっこいいよね、うん、ビビと別れるとき無言で、あ、これか、俺はあのどうかなって思ったけどね、あれは、うん、あれはあんまグッと来なかった俺は、うんうん、俺はそれよりもビビの前のこの国を愛してるからっていうのが好きだったね、うん、これはちょっとねあんまグッと来なかった。なんでかっていうと、ゾロがあれをやらないキャラだから。なんかね、ゾロがね、やってたのがちょっとしっくりこなかったんだよね。うん。ゾロはそこで、こう、横で見ながら酒飲んでてほしかったね。うん。ゾロがかっこいいんだよな。
ロロノアゾロ。あとね、チョッパーのイコーも良かったね。あと、人はいつ死ぬと思うっていうやつ。毒キノコを食べたとき、違う。なんとかだったとき、違う。なんたときだったとき、違う。人に忘れられたときさ。いい人生だったーつって。かっこいいよね。ドクターヒルルクかっこいいよね。ボンクレーどうなったんだろうね。ボンクレー気になるよね、やっぱね。あいつ配信者向きだもんね、ボンクレー。ウソップじゃないけど、ふわっち見るとき、この配信者の配信見たらいけない病が発動する配信者がいるの。え、どういうこと？ウソップ、ふわっち見るとき、この配信者の配信見たらいけない病ってなんだろう。なんで？中毒になるから。おはよう、チーズさん。おはようございます。俺ね、一番好きなキャラ、ビジュアル的に言ったらクロコダイルが好きだったの。クロコダイル超かっこよくなかった。あの絶望感、ルフィを追い詰めた。3回破ってるんだよ。不服か。あの前髪こう、オールバック。不服か。ゾワ。もう部下たちが、ピリ。怖っ。ああ、クロコダイル超好きだったね。もっと活躍してほしかったクロコダイルは。サジが好きなんだ。クソお世話になりました。かっこよかったね。ああ、俺はでも赤足のゼフがさ、赤足のゼフが、おいサンジ、風邪ひくなよ、が、やっぱよかったな。くってこ、くって、目頭熱くなってる、こう、ゼフが。クロコダイル最強だったよね。もうあの時の絶望感。もう、なんつうの、グランドラインやべえなっていう。アメリカ人のパクって和道さんが作るふわっちワンピースやろう。俺ね、実はね、あの、アメリカ人に裏でテコ入れしたの俺なんだよ。ここはこうしろ、ああしろ、違う。その分布図使うなって見せてあげようか。あれね、パクるじゃなくて、俺プロデュースなんだよ、実は。和道さん、こんな企画やりたいんだけど、どう思います？つって。アメリカ人から、やっぱアメリカ人分かってるんだよ。アニメに強いの俺だって分かってて。このワンピースの企画、和道さんにどうやったら面白くなるか教えてください。つって、これは、このサムネ使うなとか、ああ、そういう持ってき方違うって。1時間ぐらい LINE してよ。見せてあげるよ。あれね、俺のパクリじゃなくてね、あれ裏方に俺いるんだよ。ちょっと待ってね。アメリカ人、アメリカ人、そうなんだよ。だからあ、そういうところが可愛いんだよ、あいつ。うん、ほら、ワンピースのこれで作ろうと思ってるんですけど、これ分布図どうって。金梅さんのジンベエ感がすごいしっくりくるなとか。わかる？面白いでしょ。うん。違うって。ジャンル分けはしっかりした方がいいよとか。あと、ワンピースはどうのこうのだから、こういう画像を使えとかやってるんだよ。そしたらね、もうすっごい二人で盛り上がったの、LINE が。だけど、めんどくさくてやめますって、このまま行きますって。そうなんだよ。配信者って裏でこうやってネタ作ってるんだよ。このさ、一個の LINE で一つの放送でどれだけ打ち合わせてるかわかるでしょ。こういう相関図の方が見やすいよって言って。俺は。だけど、素材が落ちてないんすよって、こんなに話してんだよ。この30分の笑いのために。あ、これがだから配信業なんだよ。沖縄旅行行くよ。うん。いやいや、こいつは途中でめんどくさくなって折れたんだよ。もっとすごい壮大なね、あの、ワンピースをやろうとしてたんだけど。うん、でも、こいつの好きなところは、俺はこういうところなの。要は、リスナーさんを楽しませるために、その、時間をかけたりとか、先輩に相談するんだよ。うん。和道さん、こういう企画和道さん得意でしょって。どうしたらいいっすかって。可愛いじゃん。だから、その、俺は荒野みたいなポットでの才能のあるやつが憎いのよ。こういう努力家タイプが好きなの。アメリカ人は伸びるっつってんの、こういうことなんだよ。うん。あのね、俺だったらなんだけど、例えばこういう風にするじゃん。で、あの、画像を全部用意しておくの。で、ここに、例えば、今からじゃあ皆さん、このキャラクター誰だと思います？ってやる。このワンピースのルフィ、
はい、皆さん書いてくださいっつって、誰だろう誰だろうっつって、あーなるほど、じゃあこのキャラクターはこれですねって言って、ここで画面を作っていくタイプなの俺は。その方がそうコメントがいっぱい来るし、みんなも楽しめるし、みんなで作るっていうのが放送の面白さなんだよ。でアメリカ人のタイプはもう全部用意しておくタイプなの。俺はリスナーさんと一緒に作るのが楽しいってタイプだから、その即興でやるね俺だったら。で素材は全部用意しておくのよ。ルフィの絵とか、要は有名配信者のサムネを全部ダウンロードしてストックしておくので、みんなで一緒に作ろうってやる。そうするとクレームが来ない。要はこっち側で用意するとそれ違うっていう方向に叩きに走られるから。でせっかく用意したのになんだよってなっちゃうの俺だったら。だったらリスナーさん、これじゃねこれじゃねって入れ替えていくと面白いんだよ。一緒に作るのが面白い。今度やろうね。そういう楽しみ方もあるよ、配信には。いろんな楽しみ方がある。でもね、やっぱ基本的にはリスナーさんと一緒にが一番楽しいよ。うん、しゃあ。ありがとうございます。ありがとうございます。長かった長かったな長かった長かった、初めて、ありがとうみんな、長かったな、長かった、みんなありがとう、みんなありがとう。長かったわ。ふわっち始めて収入30万超えました。ありがとう。ふわっち始めて目標だった30万を初めて超えました。あざす。ありがとう。セコロもね、出てよかったよ。みんなありがとう。ずっと越えられなかった壁なんだよこれが俺の。いやー嬉しいマジで。今現時点であと11日間あるんだけど、いやー嬉しいマジで。自信がついた、ありがとう。やっぱね、配信で15万でずっと止まってたりとか、一点20万とかだったから、本当にみんなありがとう。ありがとう猫さん、ありがとう。いやー自信ついたよ、ありがとうみんな。みんなのおかげです、本当に。みんなアイテムありがとう。ありがとう。いや、自信ついた。頑張ってきてよかった。今月は嬉しい、本当に。リスワンも無事取れたし。頑張るね、これからも。猫助ありがとう。いやー、嬉しいわ。ワフィーではない。おお、大花火ありがとう、サボちゃん。よかった、よかった。ありがとう、みんな応援してくれて。でもね、こういうの大事なんだよ。ゆっくりゆっくりなんだけど、ゆっくり、本当に才能ないからさ、ゆっくりなんだけど、よかった、諦めないで。本当に俺、億万長者になるから、配信で。配信で絶対億万長者になるから。10年かかるかもしんないけど、見てて、配信に夢があるって、配信には全部、地位も名誉も富も、ね、巨乳も、スレンダーも、ブスも、メンヘラも、全部あるぞって。もう全部手に入れるから俺は。で次の配信者にバトンタッチするから、そうゴールディーロジャーになって、ゴールディーロジャーになって麦わら帽子を次の世代に渡すから、よしってお前にこのメガネを授けるっつってクソかっこ悪いな。よしお前にこのメガネを預けるって待ってるぞっつって、グランドラインでっつって、うん、分かったっつって、俺も海賊、俺も配信者になるっつって、うん、ありがとう、ずっと応援してる。嘘つけよお前、ちらほらいなくなるだろお前。何がずっと応援してるのお前、ちらほらいなくなるだろお前。何がテルチャンピングなんだお前、笑わせんなよお前。知ってんだからお前浮気症なの、うん、ありがとうございます。理想はもう撮ってるよ。8ヶ月連続撮ってる。
あ、ありがとう、ハチ。ありがとう、ハチ。いや、嬉しい、嬉しい。ようやく、その壁を一個越えられた。一個重たい壁をパッといけた。もっともっとね、リスナーさん、ね、いろんなリスナーさんに見てもらえるようになって、どん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 上行きたい。忙しかっただけか。そっかそっか。おちび、おはよう。うん、リスワンいつ撮ったっけ、うん、リスワンでも撮りづらくなってきてるんだよね。だん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 。ルールが変わったりとか、新しいすげえ配信者が出てきたりとか、うん、もう本当に死に物狂いだよ、リスワンは。リスワン撮れなくなったらやばいもんね。閲覧撮れなくなってきたってことでしょ。それ配信者として落ち目だかんね。おはよう、おちびさん。次の目標50万だな。次の目標50万。来月は50万目指そう。あのね、なんで、みんなね、金金してると思っちゃう人もいると思うんだけど、なんで俺が50万とかハードル上げるかって言ったら、俺が一番お金とかアイテムいただく難しさ知ってるんだよ。あえてやってるの。50万円分の面白さ作ってやるっていうモチベーションなの、これは。で、30万目標にしたのが今年の1月だから半年かかってんだよ。で、捨て頃で初めてその価値が出たんだよ、多分。お前は30万円の価値があるぞって言ってもらえた気がするの。ってことは毎月捨て頃ぐらい面白い配信者になればいいってことじゃん。でしょ？毎月捨て頃級の面白さをやればいいんだよ。だから自分のモチベーション上がるんだよね。シルでおはよう。今まで月初めに取れてた金杯ランハゲとかまだ違う。あのね、正直言うとランハゲさんは取れなくなってきたんだけど、金杯さんはね、キャスの方に魅力感じるようになったの。実を言うとね、その兆候が2、3ヶ月前から出てて、閲覧が少なすぎるって言ってたの。つぶやいてた。俺はちょっと金に走りすぎてるんじゃないかって、葛藤してたんだよ。要は、そうじゃなくて、俺は閲覧だって言って、キャスに行ったの。だから俺らがチャンスもらえたんだよ。あの人は生粋の配信者なの。もっと上の悩みがあるの。俺はもっと閲覧稼がないと若手が夢がないって。だから金とか細かいこと言ってないで、もっと閲覧に走らないとって。まだプレイヤーなんだよ、現役の。あのポジションにいながら一番面白くないと嫌なんだよ。俺はそこはね、金梅さんのかっこよさだと思う。ランハグはね、ただ単につまんないだけ。頼まれてもないのに裏で和道さんの宣伝してるとかないでしょ。ありがとう、うなぎね。マンスリー10位内の常連イメージある。俺マンスリー50位。俺はマンスリー50位なんだよ。いつも。で、今月初めて25位に入ったの。すっげえ嬉しいの。要は閲覧数で言ったらもうね、トップ10ぐらいに入ってるんだよ、ほんと。リスワンの取り方も。で、こんだけ面白いことやってて、こんだけ閲覧あるのに、なんで俺50位なんだって。なんかもうこんなやつとかになんで負けてんだ、俺って。すげえ悔しいのよ。あとなんか人のディスばっかりやってさ、病気だとか嘘ついてさ、引退詐欺やってるやつの方が稼げてたりすんだよ。すげえプライド傷つくんだよ。なんでこいつの嘘に俺こいつの嘘よりもさ、体張ってるし、毎日頑張ってるのに、なんで俺こいつより稼げねえんだ、みたいな。誰とは言わないけど。花火大量にもらったバエさんはみんなにお寿司おごりましたか？ヒカルくんが会計1万8000円だったの。で、ヒカルくんが1万円出して、俺が4000円出して、荒野が4000円出したから、金梅さんは1円も出してないです。コメント流れるわけ、アイテム投げると邪魔しちゃうみたいで気遣うしない。そこなんだよね、だから。俺はね、そう、アイテムのもらい方が下手すぎるんだよ。はっきり言ってそれ気づいてんの。アイテム投げづらいんだよ、俺の枠。正直ね、正直言うともっともらっていいっていうのは俺のプライドがあるの。正直言って今その面白さとかエンターテインメント性で言ったら、正直俺が今もらっていい金額って42万円なの。それくらいもらってないとプライドが保てねえくらいので、42万円分ぐらいなのに22万とかだから、なんかおかしい。もっと俺面白いとか思ってね、なんかね、下手なんだよね。なんか下手なんだよね、俺。なんかね、小敷が下手なんだよ。なんか変なプライドがあるんだよ。
なんかいろいろ毎日悩んでるよ。そのアイテムくれっていうのもダサいし。可愛くね。なんかね、可愛いの誰なんだろうな。アイテムのもらい方。なんかよくわかんねえよ。いい。俺はもう喋り続ける。もうガンガン投げて。で、頑張るよ。ありがとう、とにかく。でも、この不器用なりの、不器用なりにもね、やっぱ上に来てるっていうのはすっげえ嬉しいんだ、俺の中で。すげえ、見て、お前らっていう。俺はやったぞっていう。で、てっぺん取りてんだよ、やっぱ。アイラがてっぺん取った時に、やべえ、アイラかっけえと思って。アイラは、作ったな、伝説をと思って。俺も作りたいんだよね。なんかね、やっぱね、稼ぎたいよ。配信で。俺ね、実は考えてて、今さ、はい、じゃあ皆さんありがとうございましたってやってるじゃん。今、あれで終わらないからね。終わらないから、ブラウザバックしないんだけど、はい、皆さんありがとうございました。フォローありがとうございますっていう、これあるじゃん。これ。今日も配信ありがとうございましたって。この時にアイテムくださいの動画を流そうと思ってんの。解説しながら。この画面。で、最後花火タイムです。皆さん花火お願いしますみたいな。で、残り5分花火バンバン投げられる。花火タイムみたいな。そういうのがないと多分やりづらいんだと思う。要は、もうなんつうの。投げていいんだみたいな空気っていうのかな。多分ね、そういう演出が下手なんだよ、俺。いや、みんな考えてるよ。多分ね、こじり方とかじゃなくて演出なんだよ、多分。花火投げちゃおうっていう勢い。今だーみたいな。で、一人投げるとボン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 行くのよ。連鎖するんだよ。それがね、金梅さんの今日の30分で10万円稼いだ、ダーンみたいな。ドンピーみたいなノリあるじゃん。ああいうのが上手い人は伸びるって感じがする。マンスリーとか、デイリーとか。だから俺は、そのエンディングの時に爆投げされるみたいなのを作ろうと思ってる。そうそう。下手なんだよ。俺が。ありがとう、アイテム。マリアさん、アイテムありがとう。おまんこなめたいさん、おはよう。アイラはね、うまいよ、やっぱり。あれは技術なんだよ。俺も、だから、もうちょっと勉強しないとなと思って。アメリカーノね。ホストクラブともちょっと違うん、どうなんだろうな。なんだろう。俺ね、でも気づいたけど、なんだろうな。一番正しいアイテムのもらい方って、要はね、コメントが読めなくなるぐらいもう大手になっちゃうこと。まず俺が。要は、もう閲覧数と圧倒的コメント力。もうみんながバーって常に打ってて、俺が読めないと。つまり、花火とかアイテムコメントだったら読むみたいな状態にしたら俺は勝ちだと思ってる。で、一番かっこいいやり方だと思う。本来のアイテム機能ってそういう意味なんだよ。なんでエフェクトがついて長時間、そのバーって表示されるかっていうと、このコメントは読めよ。金払ってるからなって意味なんだよ。だから俺はそれが理想形だと思ってる。雑談配信者の。コメント読めない。読んで欲しかったらもう最悪花火投げろぐらいの。もう強気の営業。だけど、今その俺が実力ないけど、そこを目指してるかな、俺は。本当に。コメントがザーン流れてて、コメントスルーされると。いや、読めはどうっていう。もう力技。それがかっこいい稼ぎ方だと思う。本当に。あ、昔のネットの王者がそれなんだ。それは超かっこいい。じゃあ、花火上がんないと読まないよっていうわけじゃなくて、物理的に本当に読めないぐらいコメントがバーって走ってて、要はどうしても読んでよっていう感じ。ブスブス言うの。違うよ、多分ね、俺が言ってるの違うと思う。普通に雑談やってて、笑とかくだらねえとかバカだろうってもうブワーって流れちゃって、でどうしても読んで拾ってほしいコメントに花火使うっていう状態が一番理想形ってことね。煽りをするんじゃなくて、普通にやってて閲覧が多すぎる状態、コメントが多すぎる状態を作っていきたいの。
四つ目の、そうそうそう、スーパーキャッチャット、そういうことだと思うよ。うん。あ、いい、ありがとう、チケスさん。読んでるよ。とかね。っていうこと？チケスさん、ありがとう。うん。っていう感じ？うん。だけどね、まあ、俺が下手なのが、コメント書かれるのが、まあ、下手。なんでかっていうと、俺が、これね、ほんと配信って奥深いんだよ。特に雑談って奥深くて、実はね、無視して自分語りするトークって得意なの。コメント走らせるトークニコ生でもできるんだけど、俺一回それやめたんだよ。で、コメントを拾っていくスタイル、息の長い配信スタイル選んで、それをね、1年ぐらい特化させたの。だから全部コメント読むから、いや、遅いのよ、コメントのテンポ。うなちゃんマンが、まあ、うまいの。うなちゃんマンはどういう配信スタイルかっていうと、1個のコメントに対して5分から10分使うの。で、そっからずっとシカトするの。次の面白い話題が来るまで。どれさんもこのタイプなの。雑談うめんだ、この二人。俺実はね、どれさんとちゃんマンはすげえうまいと思ってる。1個の話題で10分引っ張る。で、くだらないコメント、話題が広がらないコメントは一切読まない。もう流しておく。それがね、要はラジオとしても成立するし、コメント打つ、要は煽りたい人も煽るし、最高のバランスなの。これがちゃんまんのすごいところなのよ。一個の話題を引っ張って引っ張って、他の話題振られても面白いところまで待つ。で、次のターゲット見つけたらこっちに切り替えて、バッて5分やるのよ。すっごいテクニカルなの。このね、和芸をね、理解してる人。要はね、緑さんとかコメントは読まないの。いや、コメントを感じ取るけど、ボケ続けるスタイルなの。で、コメント見ながら次のボケを考えるスタイルなのよ。で、このスタイルは俺向いてない。うん。要は、ボケが苦手だから。で、石川紀之さんは喋り倒すスタイル。喋り倒す、コメントも拾う、喋るっていう、もう喋りマシーン。もう天才派だ。だからね、うなに最初に言われたのは、実はね、雰囲気変わったよ、優しくなったよって言われるけど、初期の頃の俺と今の俺何を変えたかっていうと、一個だけ変えたところはあるの、意識的に。トークのスピード。昔ね、もっと3倍速ぐらいで早く喋ってたの。いや、だからさ、聞いてないでしょって。違うんだよ、レクチ。違う、そうじゃなくて、ここの理論はこうだから、こうでこうでこうなんだよっていうぐらいのスピードだったの。だけど、うなに、ダメだって。3倍ゆっくり喋ろって言われた。お前は言ってること面白いし、話の内容あるのに、抑揚がないって言われた。で、リスナーさんはそれ聞けないからって。意味が伝わらないから、ゆっくり喋るのと早く喋るのの緩急を覚えろって。で、1年間ゆっくり喋るトレーニングすごいやってるの。でしょ？初期の頃の、ニコ生の配信1年目ぐらいの配信見てみるとわかるんだけど、めちゃめちゃ早く喋ってるから。でね、それ言われてから配信研究して、緩急すごいつけるようになってんの。だからね、ゆっくり喋るから優しく見えるんだよ。すごい。それはね、結構意図的にやったかもしんない。だからマイルドに見えるっていうか、丸くなったって言われる。要は早く喋りすぎるとイライラしてるように見える。そういうね、なんか、その、裏話みたいなのいっぱいあるよ。おはよう、のの。おはよう。そう。すごい早かったでしょ。和道の初期リスナーはみんな知ってるんだよ。頭がいいんじゃないの。あの人は配信に関するセンスはピカイチだから。うん。要はね、リスナー目線の完璧な。今何がリスナーが欲しいってるか全部答え分かってるの。だから発言がコロコロ変わるの。なんでかっていうと、正解はリスナーが今欲しいコメントなの。だから、何を言ってもいいって考え方を、うなちゃんまは。正解はリスナーが喜ぶコメント。だから発言の内容がひっくり返るの。5分おきに。これはある意味天才なんだよ。リスナーが今欲しいコメントを言えるってことなの。頭いいとかじゃないんだよ。もう、配信に関する天才なんだよ。これはキャリアから来るもんだと思うよ。うん。これはね、やっぱりね、3年目で気づいたちゃんまん、4年目で気づいたちゃんまん、5年目で気づいたちゃんまん。そう、俺は佐野を追っかけてるから。佐野智則の完成されたスタイルを常に追っかけてる。
ただこれだけは言える、多分ね4年目のちゃんまんよりも今の4年目の俺の方が上なはず。追いかけてるスピードがあるから、4年目のちゃんまんより今の俺の方が面白いはず。ただはるか遠いね、今のちゃんまんははるかに遠い。距離感がすごい。石川の竜樹も距離がすごいね。まだ見えない、まだ尻尾もつかめない、うん、疲れないよちゃんまんの配信は。あのね、ずーっと BGM で聞けるの。あのね例えばね、ちゃんまんのスタイルでやってあげようか。おー、あや、あー、あや、だからちゃんまんの配信聞いてて疲れないんだ。そうだよ、俺はよ、あのね、これがテクニックの。よーく聞いててごらん。なんでちゃんまんは画面見なくても聞けるかっていうと、あやのコメント、あやでゆっくり喋るの。コメントを拾うときはゆっくりの。だからちゃんまんの配信聞いてても疲れないんだ。そうだよ、おいちゃんはよっていう声のスピードで、これはコメント読んでるんだよ、誰のコメント読んでて、それに対してレスポンスをしてるんだよ、スピード変えてるんだよ。すごくない？これって超技術なの。聞いててわかるの。あ、今はこの人のコメントに対して早くなる。あ、今回答をしてるんだっていうのを音で変えてるの。天才だよ、これ。画面見なくても聞けるんだよ。天才だからね。要はね、ラジオパーソナリティのハガキ読むコーナーってゆっくり読むでしょ。ペンネーム誰々さんってやるでしょ。そう。それをね、やってるの。シャンマンって。あのね、コメントに返すときは、コメント一回誰の、どの発言ってやるから。ワード、ちゃんまん、何々だったよ。なあ、お前、三社祭りでよ。だったよな、ワード。何、ゆいが、お前の配信はつまらねえ。てめえの配信の方がつまらねえだろ。わかる？これを、その、聞いてる人が無意識にわかるんだよ。そのスピードで。天才。天才。俺は逆にそれができないからこうやってんの、うん、俺はそっちよりもこっちの方が面白い。なんでかっていうと、画面見てほしい、うん、画面に依存してほしいからこれをやってるの。あえて YouTube のリスナーに対して、だからその発展系だよね、ちゃんまんの技術で。それをやるよりもこっちの方がいいなって思ったから、うん、だからここにコメントを常に表示させるっていう、これもテクニックね。だからね、いろんなスタイルといろんなテクニックがあるから、だからこれから配信を目指す人はね、そのバカがやってるんだっていう感覚じゃなくて、プロになってる人はプロのやり方があるんだっていうことをちゃんと知った方がいいよ。もし配信で飯食ってきたいリスナーさんがこの中にいたらね、バカじゃない。5分間ちゃんまんのトークしたんだけど、コメントが一つもないっていう。5分間ちゃんまんで引っ張ったけど、ちゃんまんだったらもうここで30コメントぐらいストックがあるはずなのにな。なんでなんだろう。自分のことはよくわかんねえんだよな。多分ね、俺原因ね、俺2番手なんだよ。みんなね、2ウィンドウで見てて、俺の放送ね、窓、こんな小さくしてこの辺にやってるからね。だからね、みんなメインのやつ見てるんだもん。こんな5分ちゃんまんの枠引っ張ったのにコメントがないんだもん。聞いちゃう。あのね、それ昔から言われてんだよね。コメントしづらいっていうか、へーってなっちゃう。それね、サイレントマジョリティっていう理論なんだけど、あの、インターネットの世界では、あの、同意見だった時とか、うなずく時って無言になるんだって。で、反対意見の時とかはコメント書かれるの。で、俺の話って、へーとか、うんうん、そうなんだっていうトークスタイルだから、コメントがないんだよ。そう。ながらみじゃないの。うんうん、へーそうなんだって同意をしてくれるスタイルなのよ。だからこれ、マックス村井が言ってたんだけど、インターネットで荒れる時っていうのは反対意見が多い時で、コメント欄が少ない時っていうのは同意だから書く必要がない時って言われるんだよね。そう。そうなんだよ。全部話しちゃうんだよね。うん。難しいよね。だから、俺ね、多分、これ間違いなく言えるけど、コメン、閲覧、同時閲覧数が200でコメントが一番少ないのは俺だよ。絶対に言える。
同時閲覧数200の配信者ブワーって並べた時に、みんなコメントが少ないのがディスだと思ってるでしょ。違うんだよ。ある意味俺のコメントの少なさはね、俺のスタイルが確立してんだよ。で、多分ね、同時閲覧2000とか3000とかに仮になったとしてもコメント少ないよ、うちの放送。異常なぐらい少ない。うん。ためになりすぎる。そう。だから、リスナーが生徒になるっていうか、俺がね、そう、セミナースタイルが得意だからの。和道の異常なゼミナールって言って、その先生みたいな喋り方をね、意識しすぎなんだよ。そう、特にコメントすることがないんだよ。うん、おはよう、いちごさん。かのおはよう。そう、説得力ありすぎるんだよね。そう、ちげえだろってツッコミが入れられないんだよね。そこはだからね、でもそれが性分だから、俺の。良さでもあるから、どうしたらいいかなっていう。こけしさんどうもおはよう。聞き入ってしまってる。うん、そう、金梅さんのコメントが多いのはそこなんだよ。うん。そう。そこだよな。でもね、このスタイルはもう変えられないと思うんだよな。俺がね、ボケるときってね、臭いんだよ。もうほんと。自分でわかるもん。臭いんだよね。芝居かかるんだよ。だから嫌なんだよね。ボケに回るのが。もう淡々とやってた方が、だって閲覧があるってことは支持者がいるわけじゃん。見てくれてる人がいるっていうことは成功なんだから、これを磨いていくっていうかさ、和田さん、ボンちゃんいらっしゃい。ボン、おはよう。うん。なんだよな。でも奥が深いよ、この世界は。うん。だんだん評価されてきてるけどね。だんだん。あとね、もう一つ言おうか。潜ってる配信者が多すぎるんだよ。あのね、これね、俺の特徴なんだけど、実は和道リスナーっていう配信者めちゃめちゃ多いの。だけど、和道が好きって言いづらい空気なの、配信会に。今多分、ロム線の配信者、多分ね、今、リアルタイムで7人、8人ぐらいいるよ。隠れ和道ファンの配信者。要はね、同業受けするんだよ、俺。同業受けの隠れファンが多いの。だけどね、和道を、実は隠れて見てるファンなんだっていうと、叩かれるの分かってるから言えないんだよ。すっげえ多いの。あ、俺のトークの影響を受けてるな、こいつっていう。もう、要はね、俺の話をまんましてるやつとかいんの、字幕で。うん。俺結構、その、配信見ないから他の配信者の影響って受けないじゃん。うん。そこは損してるなと思うよ。うん。勉強してるっつうか、普通に多分聞いてるんだと思うよ。うん。ロムって隠れファンが多いんだよ。要はいつも言ってんだけど、深夜のエロ番組なんだよ、俺の放送って。要は布団の中にかぶって、家族にバレないように布団かぶりながらイヤホンつけて、テレビにイヤホンさして、隠れて聞く放送の電気消して。だから、その友達とかにも、俺あの番組好きなんだよねって言いづらいんだよ。うん、いつかリアットツイ来たら、いつでもいいよ、来て。うん、西川秀樹さんと白耳さんはきっと見てます。あ、どうだろうね、わかんないけど。うん、まあでもそういうポジションかなとか、そういう役割かなとか思ってて、うん、なんかもう表じゃないよね、数字取る配信じゃなくてコアのファンつける配信だと思ってるから。でもうそれこそ配信10年後とか20年後とか死んだとかで引退したとするじゃん。でその時初めて再評価されるんだと思う。あれ面白かったよね実はみたいな、うん、なんだかんだ言って実は好きだったんだよねみたいな配信なんだと思うんだよね、うん、俺そうそう、香川さんのところで一日店長をやることになって大阪に行くんだけど、実はあのテルチャンビンに沖縄誘われてんだよ。だからいつ行こうかなと思って、香川さんにね、あのそっちの予定に合わせてって言われてんの。うん、いつでも やっていいよって言ってくれてて、香川さん優しいから。でも俺の企画のためにわざわざ交通費とか俺出せねえからさって。もちろん売り上げの何パーとかはさ、あのお小遣いは渡せるけど、売り上げ良かったらって。でも俺らそんな余裕ないから、交通費とか出せないから、大阪に予定がある時に企画一緒にやろうっていう気遣いまでしてくれてて、香川さん優しいから。うん、だからでも俺は別に行く価値はあるなと思ってて、香川さんとかゲルゲさんと絡めるっていうのはもう本当に1万2万かける価値があることだと思ってるから、本当に投資したいと思ってる。ただ、まあ、テルとのね、テル、パルパル、ヒカルくんと、金梅さんか、沖縄行く予定もあるから。まあ、沖縄結構どっぷり浸かるかもしれないね、向こうに。
滞在結構長くなるかもしれない。それこそ1ヶ月ぐらい行って、で沖縄からそのまま大阪行ってもいいかなとか思ったり、うん、ハブは本当にダメよ、本当に危険だから。あのハブに噛まれるヤバさっていうのを知らないからそういうこと言ってんだよ。あの沖縄の現地の人だとそんなバカなこと絶対やんないから。ハブって本当に死ぬんだよ。あのハブに噛まれたあの博物館とか見に行ったらひどいよ。もう肉とか溶けちゃうんだよ、噛まれてぐっちゃぐちゃになるの、うん、ハブ取り対決なんか俺絶対やらないよ、死ぬよ本当に。ハブは本当に死ぬから、噛まれたらマジやばいから。泡吹いて倒れてそのまま救急車だよ。バカだね。噛まれた場所が腐って溶けるの。だからもう本当命取りになるよ。そんなバカなことやんないよ。現地の人いたら絶対やめろって言うよ。死ぬぞって。うん。猛毒だからハブは。だってさ、ハブとマングースって本当に戦うと思ってんじゃん。いや、セイジエイジさんおはよう。違うよ。全然違うよ。あの、マングースがもう怖くなって逃げるんだから。でも、やれやれって何回もやって、やっと噛みつくぐらいのもん。マングースの方が負けるからね、普通に。沖縄行って大阪行って、その帰りにうなぎ食べてきてください。おごります。あー、ぜひぜひ。うなぎ大好き。金バエたちといるワドさん、めちゃくちゃ楽しそうだもんね。そういう気遣いができるワドさんですかね。俺ね、違うんだよ。やっぱ、憧れの配信者だから、金バエさんって。なんかね、あの、ずーっと悔しい思いしてて、橋本くんとかを見てたの。橋本くん同期なんだよ、実は。でも、あっちはバーンって大手になったでしょ。で、おい、橋本、大手になったとか見てたの。橋本くんがボロボロ泣きながら、万人コンビになった時、金梅さんが頭撫でて、橋本くん泣いたんだよ。で、俺はそれを見て、って思ってたの。俺だって、いつか大手になってやるって、金梅さんに絡めるようになってやるって、もう何年悔しい思いしてきたか。でも、今、その、画面で見るんじゃなくて、金梅さんに会えるようになったんだよ。和道くんって呼んでもらえるようになったの。だからすごい嬉しいんだよ、今。幸せだなと思って。そう、4年かかってるんだよ、金梅さん。だから、あの、アイコに切れてたじゃん、ヒカルくんが。お前よって。金梅さんと絡みてえ人何人いると思ってんだよって切れたの。その時俺は、うんってうなずいたの。もちろん、金梅さんだけじゃなくて、ちゃんまんとか。ちゃんまんが、ワド頑張れよって言ってもらうまで何年かかってるか。うん。その、ずっと画面で見てた、ずっと追っかけてきた人に、やっと名前呼ばれるようになったんだよ。そう。だから、すごいありがたいよ。うん。金梅でニコ生苦労したもんね。今の金梅と三枚目光って昔の金梅と野田。そう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 。あの、金梅さんは実は後輩の大手を育て続けてる、稀有な存在なのね。自分が大手なんだけど、後輩も大手にしてるっていう珍しい存在の。だから、金梅ファミリーってもともと、ランハゲでしょ、野田ゾーリでしょ、橋本くんでしょ、三枚目光るでしょ、セブンでしょ、あと誰いる、こうや。うん。すごいんだよ。本当に育成がすごいの。金梅さんはマジでね、あの、緑さんはどちらかっていうと、あの、サブキャラを作るのがうまいのよ。要は、自分の枠で湧くけど、ピンにするとダメな配信者はいっぱいいるの。だから育てんの下手なんだよ、緑さんは。だからラジコンにするとか、その人の自分がいじって面白くするのは得意の。うん。荒野はどうだろうな。うん。もうちょい荒野の、もうちょい配信者として見たい、まだ。うん。だって、小島グランプリ言ってるだけでしょ、自分で。いや、ランハゲ育ったと思うけど。ヒカルくんの面白さはね、あの、勝負強さだよ、イベントの時の。あの、大嫌いなの、みんな。ヒカルくん嫌い、ムカつく、生意気、バカ、アホ、金遣いが間違ってるって最初言うんだけど、輝くの企画の時に、本気で富士山1位になったりとか、本気で捨て頃でバーって見せて、うわーって、お前の見方変えるわって、もうイベントでガッてひっくり返すの。それがすごいの。要は、最初アンチから嫌いだ、このクソガキから、なんかのタイミングで半年に1回バチンって全部アンチを囲いに変えるの。天才。その企画の時に好きになれなかったら、多分ヒカルくんのリスナーじゃないんだよ。うん、一気に持っていくから。アンチをブワー囲って、
アンチだらけにして、バチンとオセロみたいにひっくり返すの。バチンって。あのやり方はすごい。うん。ヒカル君は酒飲んでなかったら、ただの好青年のいいやつだからね。金梅はすごい。配信で売れる技を心得てる。金梅さんはだからね、もう超ファイターみたいな。だから、職業、ドラクエの職業で言ったらバトルマスターみたいな。もう力に特化。キチガイっていうさ、あの、ステータスに振り切ってる感じだね。うん。でもね、その、いろんな配信者にあるんだよ。こいつの面白さわかんねえっていうのは。それこそ、俺なんか特にそうだと思うよ。ワドって何が面白いのって未だに言われてるもん。うん。俺なんか典型的なそのタイプだよ。ワドって何が面白いのって。それはいつも言ってんだけど、30歳になったらわかるよって言ってる。要はね、リスナーの層を見たらわかるけど、おっさんおじさんばっかりだから、みんな年齢何十代か書いてください。全員書いてこれ。一瞬だけ協力してるお無線さんも。年齢何十代か書いてください。異常な年齢層だから。これが俺の放送だっていうのを見せてあげる。何十代か書いて。20代、30代、40代書いて、みんな。全員、ロム線も全員書いて。うん。そう。要はね、年齢層の問題なの、俺の。俺の配信が面白いと思うの、おっさん、おばさんなんだよ。30代でしょ ?42 歳。実年齢38。ほら。これが俺の弱さなの。わかるでしょ?おっさんにならないと、俺はわかんないの。ね。わかった?異常に高いでしょ?笑うでしょ。喋り?ありがとう。エリンちゃん、ありがとう。20代。20代少なすぎるでしょ。要は、ヒカルくんとかの放送って20代、10代めちゃめちゃ多いはずなの。これ、要は20代少ないでしょ。わかる ?40 代、39、34、30、30、30代。75歳かよ。30、ほら、52、30。わかる?これが俺の強さでもあり弱さでもあるんだよ。そう。要は、コメントが少ない。でも、根強いファンがいるっていう。キッズ向けに、全然キッズ向けじゃないの。キッズを一切排除してるの。俺のトークスタイルって。うん、そう。やっちょの面白さ。やっちょはね、なんだろう。やっちょはね、ほら、なあ、新やっちょは、面白さ。なあ、面白いよな、新やっちょな。めちゃめちゃ面白いから。やっちょの面白さ、あれだよ。ほら、なあ、あるよな。すげえ面白いよな、新やっちょな。なあ、みんな。ねえ。ほら。あれだよ。ほら。2年前、3年前だったかな。すっげえいい人、すっごいいい人、新やっちょ。すっげえイケメンだから、すっげえおしゃれだし、大好き俺新やっちょ。新やっちょ大好きだよ俺。めっちゃ優しいから。やつ、いい人だよな。いや、俺、新やつめちゃめちゃ好きだよ。うん。新やつめちゃめちゃ好きだよ。
違うんだよ。あのね、新八丁の客層って女なの。要はね、あのね、新八丁が好きな人は俺の放送見ないんだよ。客層が全然違うの。要はね、お笑い芸人の客層とジャニーズジュニアの客層違うでしょ。それくらい違うんだよ。だから新八丁面白い、かっこいいって言ってる人は俺の放送見ないよ。うん、正直。ジャンルが違いすぎるよ。嫉妬とかないよ、全然。あの、配信のジャンルが違いすぎる。いや、抱えてるリスナーが違う。うん、俺多分ね、俺が好きっていう人はね、香川さん好きな層なんだよ。一番被ってんの香川さんだと思う。あの、ふわっちで言うなら。実は香川リスナー多いんじゃないかな、とか思ってて。あの、っていうかね、俺がね、要は、金梅さんと光くんビタビタに被ってるじゃん。荒野は光くんと金梅さんビタビタに被ってるじゃん。俺ね、あんまり被ってないと思う。あんまり、そう、バラバラだと思う。その、和道リスナーって。要はね、変な層ばっかり撮ってるんだよね。難しいよね。うん、香川さんの層がすごい多い気がする。あの、実はその香川さんと一回もコラボしたことないけど、あの、香川さん好きっていう人多いんだよね、俺のリスナーさん一番多い層でね。うん、なんかね、俺がよく言ってんのが、全部一周したら和道のところに来るっていう感じがする。いろんな配信者のファンになるけど、結局和道だなって。で、2ヶ月ぐらい和道のところでまた旅立つみたいな。で、結局帰ってくるみたいな。そういうタイプの配信者だと思う、俺は。うん、あの、なんだろう、永遠の2番手みたいな。2番目に好きなの和道なんだよっていう人多いよ、多分。2番手、3番手に好きなの。要はメインじゃないの、俺が。違うんだよ。優秀な中継ぎなの。異常にスキルのある中継ぎなんだよ、俺。メインじゃないの。それは自分で分かってんの。誰かがいないとき、和道をやってくれよっていう。でも、その、お目当てが始まると、ブワーっていなくなるの。だから、実は自分の配信の時間帯と、自分が誰とコラボするか、めちゃめちゃ気にしてる。うん。そう、2番手、3番手タイプの。だけど、メインの人がいなくなったら絶対来てくれるの、俺のところに。要は、その、なんだろう、推し面じゃないんだけど、安定感は抜群みたいな。もう、無難の和道。安定感の和道。捨て頃の写真お願いされた方もそういうことを言ってました。うん、そうなの。うん。寿命は長いと思う、俺は。息は長い。いっつもいるな、みたいな。いつも。多分ね、俺が昔分析してたのが、中堅で一番力があるやつはドカ X だって言ってたの。要は、ドカ X よりも閲覧稼げたり、コメントが来たりとか支援されたら、大手だよって言ってたの。これわかるっしょ。ドカ X が最強すぎたの。で、これを超えたら大手になるの。だから、中堅で一番強くて最後の砦はドカ X なの。で、ドカ X 引退してるでしょ。俺が今どかのポジションなの。要は永遠の2番手、永遠の中堅、最強の中堅。俺多分今最強の中堅なのっていいところだと思うよ。和道を超えたら大手だなっていう。要はね、俺が大手になるかどうか今試されてるところなんだよ。わかるっしょ。今多分俺ドカ X のポジションなんだよ。鉄板層、もう強固なリスナー、安定感。うん、ドカ X がそれね、すっごい目障りだったんだけど、要は力があるっていう意味で、いい意味でね、どけよあそこっていう。そう、永遠の中堅の最強の中堅。でも多分今俺そうなってるよ。うん、永遠のその最強の中堅。俺自分が大手だと思ってないけど、中堅どころ見た時今最強だって思うもん。ねえ、何度あったかだよね、本当に。でも俺はなるよ。俺はこれを誰かに、アメリカ人にバトンタッチするから。
最強の中堅を。じゃあそろそろ放送終わりにしたいと思います。女の子から連絡あったんで女の子から連絡あったんで、終わりです。お前らなんつーリスナーはあれだよ、お前らなんて俺がパコるまでのつなぎだから、俺がパコるための暇つぶしだからな。お前ら、お前らの暇つぶしでもあるけど俺の暇つぶしでもあるからな、ウィンウィンだよ。お疲れー、アイテムありがとね、閲覧ありがとね、お疲れー、明日もよろしく、バイバイ、おやすみ、仕事の人は頑張ってね。歌いついてすいませんね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。